y o u guys. Thank you so much for checking out Chris's room. 今日はですね、ADHD についてお話しできればなと思っております。僕自身も ADHD で、自分が ADHD だな。ね、アダルト ADHD。または自分の子供が ADHD かもしれないっていう方にはですね、この ADHD の原因を明確にすると、アプローチっていうのが分かってくるんですよね。例えば、その朝起きたら太陽の光を見ると、 ADHD の表情が少なくなるってご存知ですか ?ADHD の専門の方に聞くといろんな ADHD の改善法っていうのがあるんですけれども、本当に ADHD を良くしていくっていうね、痛いんだったら、おそらく大きい鍵がこの ADHD の原因なんですよね。なので、今日はガチですね、勉強系みたいな感じでですね、本気に ADHD を一緒に調べていきたいなと思っております。 ね、だから本当に、その ADHD を改善させるテクニックだけではないんですよね。で、安心してください。今日はですね、この原因を明確にした後に、アプローチっていう方法で、whether you haveADHD or not、ね、ADHD を持っている、持っていないか、かぎらずですね、必ずあなたの集中力、そしてやりたくないことに対しての抵抗感を下げる方法、そして、 行動力を高める方法を科学的に証明されている、ね、大学とかで研究された方法をいっぱい紹介していきますのでですね、ぜひ今日のレクチャーも楽しんでいただければなと思っております。Alright, so let's begin.、ね、で最初はね、やっぱりこの ADHD の原因っていうところから入っていきたいなと思いますね。すると、このアダルト ADHD、ね、チャイルド ADHD っていう理由が分かってくると思います。でですね、 誰のデータを参考にしているのかっていうとですね、僕はあの、スタンファード大学にですね、ヒューバーマン博士っていう方がいらっしゃるんですよね。で、彼がですね、あの、2020年ぐらいからですね、ポッドキャストを YouTube とポッドキャストでやり始めて、新しい、特に2015年以降の最新のデータをいっぱいシェアしている方がいらっしゃいます。彼の ADHD の、まあ、ポータルで3時間、4時間ぐらいのビデオになるかな。それを参考にして、で、あとアプローチも、プラス本当に 6時間から8時間のあの、その大学のレベルのデータを学んで、このビデオでシェアしていきたいなと思っておりますので、あの、so, it's not just like, これはあの、クリス・モンセンという人が AD ADHD を持っていて、こうやったら良くなるよっていうんじゃなくて、本当にそのスタンファードの研究とか、ハーバードとかね、そういうレベルの高い あのデータを持っているやり方を紹介していきます。ね、中にはねあの、ADHD 専門の先生とかもあの見ていると思うんですけれども、もしかしたらまだ聞いたことがないデータも、もしかしたら入ってることかもしれない。もちろん専門の方だったら、ね、知っていると思うんですけれども、あの面白くなるんじゃないかなって思っております。でですね、ちょっとスタートする前にね、一つ言いたいことがあるんですよ。でそれはですね、やっぱりこの ADHD っていうのは改善できることなんですよね。 ね。なので、この一度 ADHD になったら、今の ADHD のレベルが永遠に続くっていう形ではないです。ね。専門のアプローチを通してですね、ADHD の表現、上昇を、symptoms を下げることは間違いなくできます。なぜかっていうと、our brains are changing.neuroplasticity って言ってね、それ後で話していくんですけれども、僕たちの脳はね、新しく、その、なんかね、あの、 なんて言えばいいのかな路線を作るっていうかね、橋を作るみたいな感じで、この集中力が低いっていう方でですもんね、一度このアプローチを学んで練習していくと、ね、筋トレみたいな感じで、筋トレやっていくと、徐々徐々強くなっていきますよね,ね。同じ感じで脳もリアルに変わっていくんですよ。ね、なので、あ本当に ADHD の不安とか、ADHD の苦しみを感じている方もいらっしゃると思うんですけれども、あの、まず、 スタート説明する前に言うのは ADHD のレベルっていうのは改善できる特に子供が ADHD の場合は子供の時からこのアプローチを使うと大人になってもその脳を鍛えることができるのでそのなんていうのがない ADHD だから永遠にあなたの人生がダメになるっていうのは事実ではないっていうことなんですよね。a l right. So let's get this started. でさっきもちょっと言ったんだけどこの アプローチをね、いっぱい今日は紹介していきますので、本当に自分の集中力、行動力、やる気を高めたいなっていう方は AD AD ADHD を持っているか持っていないか,か関係なく、ものすごい大切な、あのー、it's gonna be, it's gonna be really great. ね、本当にいろんな情報が入っております。ね。逆にですね、集中力、やる気、行動力を長期的に高めたいっていう方は、もしかしたら、 このビデオを最初に見た方がいいかもしれないんですよね。さっき言った太陽の光を見ると行動力が上がるよって。オッケーでも本当にその原因っていうのをこのビデオで説明していきますので、ぜひこの原因をつかむと自分でアプローチができるんですよね。でも原因がわからないと、このアプローチが効くのか効かないのか、なぜ効くのかっていうのがわからないじゃないですか。ね、これはちょっとあの、 僕はあの、モチベーション3.0って呼んでるんですけれども、ね、今、この自己啓発業界には革命が来ているんですね。で、古い自己啓発のやり方から新しい3.0っていうバージョンに来ています。それはですね、この、ただ単に、例えばアンソニー・ロビンズみたいなのこれやるといいよみたいな、これやると成功できるんだ、ファイト、ファイト、みたいなことね言ってるかもしれないんですけれども、ね、なぜ、脳科学的にそれが証明できるようになったんですよね。なので、この説が、 ね、この人が言っていることっていうのが全部正しいのかっていうのはわからなかったんですけれども、今のサイエンス、科学では、これが正しい、これは実は関係なかったっていうのがあの分かってきてるんですよね。なので、このモチベーション3.0の新しい自己啓発の時代のファウンデーションになるようなビデオ、特に ADHD の方、または h d の子供の親の方には、 キーなんか、あの、新しい道が切り開くんじゃないかなって思って、このビデオを作らせていただいております。Alright, so enough i t h e n t r o d u c t i o n and let's get this started。で、まずですね、この ADHD っていうことなんですけれども、ね、最初にこの ADHD っていうことが記録されたのが1904年って言われているんですよね。で、前は ADD と ADHD っていう2つありました。 ね、この過活動的と、うんあのー、言われていたんですけれども、このやっぱり1980年代の後半から、その ADD の子どもたちと ADHD の,、ね、の子どもたちには、同じ、なんていうのかな、あのー、この過活動的みたいなことがあってあ、これは同じにしようっていう形になって、ADHD に変わったっていうことなんですよね。 で、一つ大切なことなんですけれども、それは ADHD っていうのは遺伝的な要素が強いんですよね。ねだから親が ADHD だと子供が ADHD になる確率があります、ね。例えば双子の場合だったら、ね、片方が ADHD だったらもう片方が ADHD になる可能性が最大で75%なんですよね,ね。そして、あの親が一人だ ADHD だと 子供が ADHD になる確率が10%から25%って呼ばれていて、で、両方が ADHD、ね、お父さんお母さんが ADHD だったら、子供が ADHD になる確率が20%から50%だって言われております。Alright。で、これが驚くデータなんですけれども、子供たちの約10%、 から12%、つまり10人の中の1人が ADHD っていうことになっておるんですよね。で、ここで一つね、考えていくのが、例えばアダルト ADHD の場合だったら、子供の時から僕 ADHD だったのかなっていうことなんですよね。ね。それか、大人になった後に ADHD がかかってきた。どっちが正しいと思いますね。やっぱりね、これは結構でかいあの議論があってですね、今の社会的な 生活のスタイル。ね。いつもインスタを見ている、フェイスブックを見ている、YouTube 見ちゃうとかね。電車に乗ると広告がいっぱいある。仕事でメールがいっぱい飛んでくる。ね。そういう、なんか環境、ライフスタイルにいるから、ADHD が、あのー、ね。 作り出しているって、生み出す、生み出されているんじゃないかなっていう論文もあるんですよね。でもですね、現在の科学的な理解によれば、ADHD はほとんどの場合は子供の頃からあったっていうのがデータによっています。でも、ちっちゃい時にもしかしたら、あの、それ問題がなかったかもしれない。で、大人になって初めてね、あの、判断されるっていう方もいらっしゃいます。Alright. でね、ちょっとその気になる ADHD の表情について、これはもっと後から深く説明するんですけれども、ね、よくあるのは、その周りのことに気が散りやすいって言われる。ね。そしてもう一つあるのは、思ったことをすぐ行動に移す。またはすぐ発言してしまう。ね。だから相手が何かを言っているんだけど、ね、もう分かったら、あ、こういうことねって自分でついつい言っちゃうとか、そういうのもありですよね。で、ここなんですよね。 興味がないことに抵抗感を感じるっていうことです。で、中には興味がないことが怖いことになっている場合もあるんですよね。ねなので、大切でやらないといけないことがあるんだけど、それをやろうとする、考えるだけで怖くなってしまうっていうのがよく ADHD。全員の方ではないんですけどね。うん、あります。でも、面白いのが、ADHD の方はですね、 興味があることにスーパーフォーカスすることができるんですよね。例えばゲームが好きな ADHD の子供だったら、もう一日中フォートナイトとか <laughs> あの、ゲームをすることができるんですよ。で、そのゲームをやっているときはもう超集中力が高くて、ね、周りの音も入ってこない。もうこの,このゲームだけにフォーカスするっていうこともできるんですよね。で、場合にはですね、あの、自分が のプラン通りにいかないときに、あの簡単にイライラしたり、感情が高ぶったりすることがあるんですよね。ね何かが起こると。例えばですね、これは僕、あこれ ADHD の、ね、表情だったって知らなかったんですけれども、あの僕は。 あのこ、このビデオを見ていただくと、なぜ僕がこういうのを自然にやっていたのかっていうのがわかるんですけれども、僕はよく、あの、子供が生まれる前はですね、本当に朝の5時とか5時半に起きて、ね、外でジョギングして、で特にすごいなんか、あの、冬でもサンドルで T シャツなしでね、ね、半ズボンでジョギングしたりして、 で、冷水シャワーもやってたりしたんですけれども、もう家に戻ってきたら、朝に家に戻ってきたら、もう、あの、ストレッチをやって、ね、ヨガをやって、で、そこから10分の瞑想をやって、そこからジャーナリングをやって、で、そこからプラニングをやって、で、やっとコーヒーを飲んで食事を食べて、で、通勤して会社まで行って、で、会社の中にはもう最初の1時間はこれ、2時間目のブロックはこれ、みたいな、もう、すごいスケジュール、ね、毎、 毎日同じことをやっていたんですよね。同じものを食べて、同じスケジュールで動いていて。で、子供が生まれた後ですね、やっぱりその朝5時半に起きてジャーナリングやってると、パパ、パパ遊ぼうよとか、パパ泣いたり、子供が喧嘩したりとかして、僕はその自分が思っている方向、思っているプランをやろうとしていたのに、それを邪魔されるっていう感じを、ね、感じていて、すごいなんか、超、 イライラしてたんですよ。なんでだろうって、バーって。なので、もし、ね、その、いつもイライラしちゃう。特になんか自分がのプランを邪魔されたり、ね、この、これをやろうと思ってたのに、これもやってくれるとかっていうのを言われると、超イライラしちゃうっていう方はですね、また、超じゃないかもしれないんだけど、結構感情的になっちゃうっていう方は、もしかしたらこれは ADHD の表情の可能性があります。 ね、なので、ここに書いているものは、ね、ADHD をあの、ね、あの感じている人全員ではないかもしれないんですけれども、でまたは ADHD がなくてもこれを感じたりする人もいると思うんですけれども、よくこれが ADHD の表,表情です。でもっとあの深く入っていきます、これについては。えー、でもう一つ、ね、あるのがです、ね、この,あの散らかりやすさって呼ばれることなんですよね。でこれはです、ね、その空間的な整理整頓能力があまり高くない。 でこれ全員ではないんですけれどもね。でよく。 あの、タイルシステムって言われる感じで、本当に物をただコーナーにね、積み上げて、カタログ分けや整理を自分だけが理解する形で行うっていう感じ。だから引っ越しするときにさ、なんか物をバーって置くじゃないですか。それがなんか a d h d の方には多いんですよね。なんか僕の事務所とかもそうなんですまあ今ちょっと片付けたんですけれども、よくなんかもう3ヶ月間ずっとなんか物置き場みたいになってて、で、本当に2、3日、まあ2週間ぐらい覚えられるんだけど、ね、よく、ね、僕は僕の妻に でね、これ、見たことあるこれ、どこに行ったこれ、どこに行ったどこに行ったみたいな感じで、ああみたいな感じになるんだよね。ねだから、本当に ADHD の特徴としては、そのオーガナイゼーション、整理整頓のがあ,のあまりうまくないっていう方がいらっしゃると思います。ねでですね、あのこの特にこの,あの 自分のなんかパイルシステム、自分の物を置くシステムっていうのは、あの、うまく、あの、機能しないことが多くて、で、物を探すのが難しくなって、で、特に誰かに物を動かせると、なんでそれ触ったんだよ俺ここに置いてたんだけど、みたいな感じで、あなたダイニングテーブルの上に置いてただけじゃん、みたいな感じになるんだよね。Alright. So, that's one thing. 全員じゃないと思うんだけど、結構これがある方もいらっしゃると思います。Alright. で、もう一つがね、この時間認識なんですよね。 ね、よく ADHD の人は時間の感じ方に困って、困っている。ね、だから時間を正確に理解するっていうのが難しい。うん。で、これは、あの、予定時間に遅れてしまったり、なんか自分が本当に興味があることをやっていると、どのぐらい時間が過ぎたのかっていうのを、なんか忘れちゃうっていうのかな。なんか、 だ知っているんだけど、そこにフォーカスできないんですよね。例えばそのデッドラインがあって、今このタスクをやらないといけないってなって、OK、じゃあ朝の9時から10時までにこれやろうってなって、10時にも終わってないんだったら、他にやることがあるんだけど、ね、頭の中ではちょっとしたアラームが鳴ってるんだけど、もうその一つのことにすごい注目、集中するっていうのかな。そこにフォーカスして、他の大切なこと、特に時間関係のことに気が、気を使うのが難しくなるっていうのかな。 ね、それがあんまり大切に感じられないっていう感じになるんですよね。その一つのことにフォーカスしているから。Right? So this is very,、um, this is pretty typical.、ね、で、その一日のスケジュールを作るのも難しいし、フォローする、従うのも難しい。週のスケジュールとか、または月のスケジュールもそうですよね。 で、本当になんかよくあるのは、これは例えば、あの、夏休みが終わり前に宿題を全部一気にやっちゃう。ね、これは大学、ね、僕もよかったんですけれども、そのレポートとかを書かないといけないっていう時にね、なんか6週間があったのに、 最後の、なんか金曜日に終わらせないといけないになって、水曜日の夜からやり始める。みたいな感じなんですよね。だからよく皆さんもあったと思うんですけれども、その夏休みが、あ、やべえ、学校スタートするぞ、宿題やってないみたいな感じで、わーって動くんですよね。で、で、ここで、あのー、面白いポイントがですね、ここなんですよ。それは、ADHD の方は特に、締め切りが入ってくると、時間を正確に認識できるようになるんですよね。締め切りがあると、 その集中力も持ち続けることができるっていうことです。ね。だからタスクを完了しなかったり、集中しなかったりした場合の結果が重要なんだ。これやばいぞって。これ終わってないと。宿題終わってないと。学校までに宿題終わってないとやばいぞ。ね。みたいな感じになると、この恐怖を感じて集中することができるんですよね。でも、この締め切りがない。ね。結果について心配していないと、まあ、あの、時間の感覚を失う。 あの傾向があるっていうことなんですよねでちょっとね、この原因について、あの、まあ、話していったら皆さんも理解できると思うんですけど、ちょっとアドバンス、なんか、ね、ADHD の勉強とか、ドーパミンの勉強をやっている方は、あの、ちょっとここ面白いことがあるんですけれども、時間感覚っていうのは、ドーパミンと関係があるんですよね。ね、ドーパミンっていうのは、あの、このホルモンで集中力を高めてくれる、行動力を高めてくれる、ストレス系、ね、 あの神経が大きく、私たちには2つの神経があって、1つの神経のシステムっていうのが、あの寝ているときとか、体をリカバリーさせている、ね、休むっていう神経のシステムがあって、もう1つは動くっていう神経があるんですよね。神経のシステムがある。これが交換系システム、sympathetic system って呼ばれていてで、そこの1つのホルモンの家族の、なんか、おじいちゃんみたいな、なんかね、アドレナリンとかね、いっぱいあるんですけれども、その、なんか、あの、おじいちゃんみたいなホルモンがドーパミンなんですよね。 で、ドーパミには5つの回路があって、ね、で、その、あの、あの、コーティコルパーウェイ、あの、リンビックパーウェイと、あと、目の中にも5つの中で1つがあるのは目なんですよ。 ね、この黒いのが大きくなったりするじゃないですか。それは実はドーパミンと関係があるんですよね。なので、例えばなんか道歩いてで、ね、やべえ、キャリに当たるってなったら、なんかスローモーションになるときってあるじゃないですか。ね。それはリアルにこのドーパミンが一つのこの回路の、目の中の回路でリリースされて、キュッてなって、その一つのことに集中していると、時間をどう感じるのかっていうのを感じるわけな、変わるわけなんですよね。ね。なので、この時間、 っていうのはドーパミンと関係ある。でも締め切れが入っているとなぜ行動ができるのかっていうと、この締め切れが入っていると、この特に重要なことだと逃げるか戦うか反応っていうのがあって、で、これも実はこの5つのね、あのドーパミンの回路の一つなんですよね。古い脳につながっている古い部分、感情的な、そのサバイバル的な ね、扁桃体を,を,を通してとか、そういうあのリ,リンビック系ですよね。古い脳に対してのドーパミンのリリースっていうのもここにあるんですよね。<coughs> Alright, 今のはちょっとアドバンスだったんですけれども、このような感じで、あのドーパミンっていうのがすごい鍵になってくるんですよね。ごめんなさい、今,今の話は正直言って、言えても、言えなくてもよかったかなと思うんだけど、ちょっとね、あのドーパミンに興味がある人は、面白いなって感じたかもしれません。じゃあ、ちょっとね、あーのーもう一つね、この ADHD で、この、 short term memory っていう、この作業記録、覚える力がうまく働きにくいっていう一つ、あの、表情があるんですよね,ね。例えば新しい友達とやって名前とか電話番号を教えてもらったとき、ね、その人の名前をもう30秒経って忘れちゃうっていうこと、僕はよくあるんですよ。違う、ほぼなんですよね。 なんか意識して名前を別のなんか色にくっつけるとか、名前をなんか覚えやすいようにストーリーをつけるみたいなことにしないと僕は人の名前を覚えるっていうのは非常に難しいんですよね。本当に 5, 5秒で名前を忘れちゃうみたいな感じなんですよ。これはよく ADHD の方にあるっていうことでございます。ね、もちろん普通の人でもね、これ難しいっていうのもあるんだけど、ADHD の人は特に大変っていう感じです。Alright. じゃあね。 一つ大切なポイントがあるんですよね。これからちょっとその ADHD の原因に入っていくんですけれども、ね、ADHD の人が頭がいい、悪いっていうのは、これは ADHD とは関係ないっていうのが最新の情報で明らかになりました。 ね。例えば、IQ のテストで ADHD のね、ID AD、IQ 高い ADHD の人もいるし、低い ADHD の人もいるんですよね。音楽の才能とか、数学の才能とか、人とのコミュニケーションの才能とか、ね。その頭がいい、頭が悪いっていうのは ADHD とは関係ない。頭がいい ADHD の人もいるし、頭がね、そこ、その人までは良くないかもっていう ADHD の人もいらっしゃるっていうことが事実です。Alright. Then what's going on? 何が起こってるっていうところに入っていきましょう。<right> 集中力ですよ、ね。で、この気が散らってしまう、ね、気が散るとか、ね、フォーカスできないっていうことを考えていくと、やっぱり僕たちは集中力は何なのかっていうのを知る必要があると思います。 で特にこの集中力を脳科学、神経科学的に理解できると ADHD の原因をもっと楽に理解できると思うんですよね。Alright. So, 集中力っていうのは皆さん何だと思います一つのことだと思います。実はですね、神経科学、脳科学的に説明していくとですね、集中力とは二つのパワーのことなんですよね。一つはアテンション。 もう一つは Control、インポーズ・コントロール。これ日本語にすると、衝動制御になると思うんですけれども、この一つのは、フォーカスの力なんですよね。ね例えば、えー、今、このビデオを見ていただいていると思うんですけれども、ね、じゃあ僕の声にフォーカスしこの動画を、ね、なんか一つの場所にフォーカスし で一つのことに深くく入っていくってていいう力があるんですよね例えば手の指先を見ると、ね、指先を見て、ずっとこれを見てると、ああ、なんかちょっと汗みたいなのが出てて、線があって、あれ、ちょっと傷があって、はあ、みたいな、一つのところにピントを合わせて、深く入っていくっていうのが、一つの集中力の部分でございます。で、もう一つがですね、この衝動制御。 他のシグナルを静かにする力なんですよね。例えば今このビデオを見ていただいているんだったら、ね、電車で見ている方だったら、ね、電車の音とか、ね、周りの人とかありますよね。または匂いとか。そういう情報を静かにさせて、このビデオに注意,あの注意力、アテンション、ね、フォーカスさせていただいていると思うんですよ。 ね、だから例えば、ミーティングに行って、クライアントと、ね、アップを取って、クライアントにプレ,ゼントやプレゼンテーションをやってて、すごいトイレに行きたいみたいな感じ、ね、でも今、トイレに行ったらやばいから、クライアントが話してるからみたいな、して、我慢みたいな、そのトイレに行きたいっていうシグナル、情報を下げる、ね、そのパワーなんですよね、インポースコントロール。なので、集中力っていうのは大きく2つに分かれます。つつは1つのことにもっっ深く入っていく もう一つが他の情報を抑えるっていうか静かにする。ここだけにフォーカスしよう。他のは気にしないっていうことなんですよね。それが集中力なんですよ。OK。じゃあね、ADHD の人はどうなってるの集中力ないの。ね、インポースコントロールが弱いの。だって、周りのことに気が散りやすいもんね。ね、興味がないことに集中できない。思ったことをすぐ行動しちゃう。 ね、まさにこれ、インポスですよね。あ、これだって言ったら動いちゃう。これ、ね、どうなってるで、ここで大切なヒントがですね、ここなんですよね。興味を持つことには、超ハイパーフォーカスができるんですよ。スーパーフォーカスっていうか。だから、その、ね、ADHD の子供でも、なんか好きなことをやっている、例えばゲームでしたら、もうゲームにフォーカスすることができるんですよね。で、トイレに行きたい、お腹空いてる、いや、今この戦いがあるからって言って。 ほ、ねね、他にやらないといけないことがあるんだけど、ここにフォーカスする、ね、隣のなんか近所の音がうるさいとか、ね、お母さんがなんか言ってる、いや、今はゲームだみたいな、だからフォーカスする力はあるわけなんですよ。What is going on? でこれを理解するためには、僕たちはこの脳科学で言われる Default Mode Network andTask Network っていうこの2つのネットワーク、脳のネットワーク。 について知ることがあの大切になってくると思います。 ね、ディフォルトネットワークっていうのは、あの、僕たちの,あの脳には2つのネットワークがあるんですよね。それはですね、なんか、例えば車がアイドリングしているとき、ね、なんか僕たちの体が、なんか作業にフォーカスしていない、一つのことに集中していない、ただ単になんか歩いてるとか座ってるーとか、your daydreaming、なんか何にもしていないときに、その脳が、あのあ、あの、ある部分の脳がアクティベートされていて、ね、そこそれがこのディフォルトネットワークって言われていて、 で、だからそのタス,タスクに集中していないとき。で、この、えっ、ー、と、排外、難しいね。排外側前頭前野とか、相棒徒長用、個、うん、体上皮質とか、こういうエリアがアクティベートされているっていうことなんですよね。ごめんね、ちょっと科学難しいかもしれないんだけど、すぐ、あのー、わかるようになると思います。で、もう一つのネットワークが、このタスク X ネットワークっていうのはなんか車が動いているとき、作業にフォーカスしているとき、ね、なんか読書をやっているとか、数学やっているとか、スポーツするとか、ね、注意、アテンションが必要なときなんですよね。で、このときは実は僕たちの脳の頭の部あの前の部分ですよね。考える部分がパン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 、あのー、ね、ERP とかであの光ってるっていうのが、ここがアクティベートされてるっていうのがわかっております。Alright. で、普通の場合はですね、このネットワーク、 デフォルトとタスクネットワークがですね、シーソーのように動いているんですよね。ね、だから車はアイドリングしているときもあって、動いてないときもあって、で、動いているときもあるよっていうことなんですよね。ね。だから、ね、今集中しているってなったら、集中する部分がアクティベートされて、集中が終わったってなったら、自然にこのデフォルトネットワーク、何にもしていないっていうネットワークがアクティベートされるんですよね。ね。で、ADHE の方は、ここが鍵なんですよね。 こののネットワークの関連性が高いんですよ、ね。つまり1つのネットワークが活発に動いているときでも、他のネットワークも同時に活動し続ける傾向があるっていうことなんですよ。ね、だからこのシーソーみたいになって、一緒に動いてるみたいな感じなんですよね。だからなんか、車のブレーキを踏んで、アイドリングしながら運転してるっていう。 形になって、両方、あれ今、アイドリングしてるべきなんだけど、運転してるじゃん、みたいな。で、今、運転するべきなんだけど、アイドリング入ってるじゃん。両方入ってるみたいな感じになっている。デフォルトネットワークとタスクネットワークが。っていうことなんですよね。で、これをですね、ちょっと今から、えっと、今、さっきは、車の例で説明していましたよね。アイドリングしているときと運転しているとき。これをですね、ちょっとオーケストラの例に変えたいんですよね。 どういうことなのかっていうと、例えばオーケストラになか二人バン,バンドメンバーがいるっていうのを、ちょっと二人の寂しいオーケストラなんだけど、それをちょっと想像していただきたいんですよね。ね。なので、ちょっとあの、don't worry, I'm gonna explain it so you can get it. ね。だからオーケストラ、バンドみたいにして、ね、ドラムとベースがいるっていうのを想像してください。ね。これ,これが、その、ドラムがアイドリングでベースが運転してるみたいな感じでもいいんですけれどね。ね。どういうことなのかっていうと、ね。本当は、 ね、ベースだけっていう時間があって、で、ベースが出たら今度はドラムだけっていう時間があるわけなんですよ、ね。でも ADHD の脳の中で何が起こっているのかっていうと、ベースとドラムが同じタイミングでバン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 いっちゃってるわけなんですよ。だから、なんか、な音になっていない、音が合っていないっていう感じなんですよね。それが頭の中に残ってるんですよね。 ね。だから本当に一つ動いて、で、その次が動くべき。ね。ベースを弾いたらドラムが行くべきなんだけども、ベースやってる時にドラムが出てちゃって音が合ってないっていう感覚なんですよ。Alright.、はい、so. なので、あの、全員音が勝手に音楽を弾いて音が合わない。ね。じゃあ、指揮者はどこにいるのっていうことなんですよ。指揮者。オーケーストラの指揮者いますよね,ね。で、実は、 指揮者がドーパミンなんですよ。ね。なので、ドーパミンが指揮者のようなもので、ね、だから問題が、じゃ指揮者がいないのなんかちょっとしか出てないの指揮者はちょっと5分、1日10分しか出,出ませんみたいな感じなのそれがうまく指揮ができないの。下手なのそれか、指揮者実はいるんだけど、 ね、ベースの人、ね、あの、ドラムの人がうまく聞いてない、指揮者を無視してる。ね。で、2015年にあの、スペンサー博士という人が書いたあの論文では、ADHD の原因としては、ドーパミンが少ないっていう説が提唱されています。ね。で、この説によると、ドーパミンが少ないと、神経細胞が 本来発火すべきない時に発火してしまうっていうことなんですよね。ね。で、ちょっとね、ここであの言いたいことがあるんですけれども、今この e d h c を科学が完全に理解しているかって言ったら完全に理解していないんですよね。まだまだミステリーと、ね、まだまだ分かっていない部分っていうのがあるんですよ。でもこの2015年のスペンサー博士の研究は結構この、何てちうのかな、この EDHD の研究の進化につながったわけなんですよね。ね。なので、 これをすごい簡単なオーケストラの例で説明するとね、ドーパミンが少ないと指揮者が弱いんですよ。ね。だからベースが勝手に曲を弾いているっていうことなんですよね。OK? で、ドーパミンのレベルを高めると指揮者が強くなるから面白くないタスクでもね、神経細胞をうまくコントロールすることができるようになります。 はい、right. なので、ドーパミンが高いと、指揮者の指導を面倒がね、あのメンバーが従うんだよね。指揮者が、ベース君今弾けって言ってね、ね、いやいや、この作業やりたくないよ。ベースがね、この曲弾きたくないよって興味ないんだけど、でも、ドーパミンを高めると、指揮者が、いや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 、今弾きなさいみたいな感じで、ベースもはい、わかりましたって言って、やりたくないこと、興味がないことでもできるようになるっていうのが、脳科学的の事実、証明されている事実なんですよね。 ね。なので、その脳が壊れているっていうわけではないんですよ。ね。ね。そのある特定なものに集中を当てる。で、重要なものを見逃してしまっているっていうことなんですよね。ね。だから自分がフォーカスしたいことは、フォーカスしている、集中して、ね、作業できるんだけど、ね。そこにめちゃくちゃフォーカスしていて、他の重要なことが自分で 大切だって理解できていない。脳が大切だっていう。見逃しちゃってることなんですよね,ね。どういうことなのかっていうと、集中のブランクって聞いたことあります。これはちょっと科学的なのあの用語の集中のブランクっていうのがあるんですけれども、例えばワールド効果って聞いたことがあると、やる人いらっしゃると思うんですよね。ワールド効果っていうのは、ワールドを探せ。で、ワールドを見つけたときに、実はその 隣にもワルドがいたんだけど、それを見逃してしまうっていうあの効果なんですよね。でよくこれはそのラボトリーとかね、ねラボとかで研究するときに、OK、うん、じゃああなたの前にね、テレビを置きます。ね、15秒を動画をかけます。で、いっぱい数字が出てくるので、1と6が何回出てくるのかっていうのを測ってくださいって。ね、で、あ、1、6、1、6、あ、出てきた、出てきたみたいな感じで、はい、正解って。 でも、それをにフォーカスしてると、8を見逃しちゃいますよ。ね。でも、最初に1と6と8に気を使ってくださいって言ったら、その人は1と6を、8を見ることができるんですよ。でも1と6だけってやると、8を見逃しちゃうって。ね。だから、最初の刺激を受けた後、ワールド見つけた、1、6見つけたってなると、次の刺激を見逃してしまうっていう現象なんですよね。 Alright. Well, well, well how's this relevant to ADHD? ね。どういうことなのかっていうと、ね。超集中力をしているわけなんですよね。ADHD の方っていうのは好きなことに。o、okay. k で、そこにフォーカスをしていて、他に大切なフォーカスするエリアっていうのを見逃してしまう。それがなんかアイドリングモードになってるわけなんですよね。わかるかなうん。で、 ADHD を改善したいんだったら、ドーパミンを高めると改善されるんですよね。So、this is, これちょっとなんか理解するのがなんかあの難しいかもしれないんだけど、ね、自分がなんかやりたいこと、ね、興味を持ってる、楽しいって思っていることには集中できるんだよね。ねそこに自分のワールドがあるわけ。でも、例えば時間。 ね、ミーティングの時間を守るとか、他のタスク、家の片付けとか、ね、なんかそういう、なんか、夏休みやったら、ね、友達と遊ぶことはできる。でも本当は宿題やってた方がいいじゃん。<Right? S 1> で、この宿題、あの遊ぶっていうことには自分が運転してるんだけど、ね、この宿題に対してはもうアイドリングモードになってるんで。 でここで、ね、その指揮者の力を高めるみたいな、ドーパミンを高めると、脳の中で何が起こるのかっていうと、遊びも大切だけど、宿題も大切だよねって。ね、今やっている作業、興味があることも大切だけど、興味がない感じる家の片付けとか、ね、会計のこととか、なんか別のこととか、宿題とか、ね、それも、ね、重要だよねってなるわけなんですよね。そのドーパミンを高めると。 だから、ドーパミンを高めると、この自分がやりたくない、興味がないっていうことでも、動くことが、やることができるようになるわけなんですよ。Alright. で、さらにですね、ね、これ a d h の方にはすごい大切なポイントが、ね、あと親にも大切だと思うんですけれども、ね、この神経仮想性っていう言葉が大きい鍵なんですよね。脳が変化されます。 ね、もちろんこの神経あの仮想性っていうのはあの例えばその新しい言葉を覚える、ね、例えば英語を学ぶっていうのがやっぱりその15歳とか20歳までにその英語をいっぱい勉強している方はもっとえ楽,楽に英語を覚えることができるんですよね日本語だけじゃなくてで20歳以降になるとこの,、ね、この神経仮想性の機能が徐々々減ってくるから、ね、例えば30歳で英語で学ぶ50歳で英語で学ぶっていうのを、ね、5歳の子供が英語を学ぶ 比べべるるとと5歳のの子供の方がもっと楽に英語を学べるんですよね新しいスキルを学ぶっていうこと,と同じ感じでね。なので、この ADHD も同じで、一度このドーパミンを高めて、このコントロールのやり方っていうスキルが身につくと、リアルに脳の中に新しい橋みたいなのが、ね、作られて筋トレやって、徐々に徐々筋肉が大きくなるみたいな感じで、あなたも徐々徐々 このフォーカス、他の重要じゃないことも大切なんだ。これもやろうって言って、それがもっと楽にできるようになるっていうように、脳が変わっていきます、ね。だからこそ、子供の時から ADHD の専門的なアプローチを通して治療を受けると、その大人になっても、あの、すごい、なんか、 あのね、成長を続けることができるっていうか、もっとチャレンジして、フォーカスして、宿題やって、今度社会人になって、ね、やりたくないって思っている作業も楽にできるようになるということにつながっていくわけなんですよね。うん、なので、このね、ADHD の表情とか、ね、ADHD の原因。 ね、でその原因を、ね、ど,どうやれば治るのかっていうのが、これがドーパミンなんだっていうことが、ね、明らかになっていますので、すると、じゃどうやったらドーパミンを高めていくのかっていって、ね、この ADHD の,の改善につながるアプローチっていうのが明確になってきますよね。ねで大きくです、ね、このドーパミン で、あのアプローチがですね、一つ、やっぱりこの大切になるのが、お薬を通して改善を求めるっていうことなんですよね。でさっきのね、ニューロプラスティスリーっていうのもあるので、このあの、神経仮想性っていうのもあるので、その薬の量も変わったりすることもできるんですよね。正しい専門的の方と一緒にやっていくと、うん。で、その薬を通してドーパミンを高めれてる方法もあるし、実は自然の方法で体のドーパミンのレベルっていうのを高めることもできます。 ね。で、あとはですね、その実際にプラニングを通しての行動管理っていうこともすごい大切になってきます。ね。例えば、ね、その、なんかね、宿題をやらないといけない、ね、夏休みの宿題をやりたい、やらないといけない高校生が、ね、その、なんか自分の家にいてお菓子があって、コカ・コーラとかもあって、ね、PS4 とか PS5 が目の前にある環境で宿題をやろうっていうのは、ね、すごい難しくなるよね。 なので、その環境を変える。OK、じゃあ、図書館にこの時間からこの時間に行こう。1人だけだったら難しいから、お父さん、お母さんと一緒に行こうとか、ね、自分の仲間たちと一緒に行こうとか、ね、または、ね、その塾に行くとか、もう一つのアプローチですよね。塾っていう環境の中に入ると、もう宿題をすることが、宿,、ね、宿題。 しないといけないからって。そうやって環境とか行動とか、このプラニングを通して、ゴール設定、デイリープラン、ウィークリープランとか、ね、そういう形で、あーの,の、ADHC のアプローチ、つなげる方法もあります。 で、さらにですね、もう一つ、ものすごく大切になってくるのが、これはその、やりたくないことに対しての抵抗感を下げるっていうことなんですよねで。特にですね、この、あの、やりたくないことが、例えば借金の問題とか、 ね、健康的なダイエットとか、ね、あの運動とかそのようなことになるとあのどうしても自分の人生に大きく影響を出してくることがあって特に借金の問題とかになると、ね、最初はちっちゃいなんか雑草ミサイルに、ね、なんかちっちゃくてなんかプツって、ね、雑草を人差し指と親指で、ね、出すことができるんだけど数ヶ月ほっとくとなんかスコップが必要になったりこれが数年間なってるとでっかい木になってねなんか専門的な,なんか機械で掘ってもらってお兄さんたちにね聞いてもらうっていう作業 必要になりますよよねね借金もそうだよ、ね、最初は3000円とか5000円、1万円みたいな感じなんだけど、3年経ってると20万、30万、100万になってるかもしれない。これが20年、30年続いてると何千万になってるかもしれないっていうことになって、その借金に向き合う、じゃ自分の口座の、ね、アプリを開いて口座を開こうってなるだけですごい恐怖を感じると思うんですよ。ね、でそういうエクストリームの場合もある。じゃどうやってその恐怖を外していくのか。ね このやり方とかも説明していきたいなと思っております。All r i g h t それでは続けていきましょう。じゃあ、最初ね、この,あの次のアプローチは大きく、薬のセクションと、自然の方法でドーパミンを高めるセクションと、プラニングのセクションと、最後のやりたくないことに対しての抵抗感を下げるっていうセクションに分かれております。なので、あの薬から始めていきましょう。ねね、主にですね、あの薬の名前を全部カバーしていくっていう形じゃなくて、ちょっとあのよく あの使われている薬だけをちょっとフォーカスしたいなと思っているので、あの主にですね、あのやっぱりビタリンっていうお薬が ADHD に最初あの結構あの広がってきたんですよね。でこれは1944年に開発されてあの、1954年から販売されたってあの言われているお薬です。も,もしかしたら真ん中でちょっと販売しるかもしれないんだけど、でも面白いのはね、もともとこのお薬は過眠症 ね、興奮すると眠ったりとか、なか興奮するとなんか疲れちゃうみたいな、その過眠症の治療薬、薬だったんですよ。ね。で、これが ADHC に効く。なぜかっていうと、これ、ドーパミンを高めると眠れないっていうか、眠れなくなるんだよね。ね。そ、それが、あ、ADHC と同じなんだっていうのが分かったんですよね。モダニ、あーモダアフニオという薬も同じような感じなんですけれども、ね、このリタリンっていうのは、だからいろんな、あのー、 ね、リタリンっていうのは、あのー、まあ、コンセントラとか、ね、いろんな、そのリタリンっていうのは飲んだら短期的にシュドーパミンのリリースされるって言って、上がってきてすぐなくなるっていう感じ、数時間でなくなる。まあ、量によって変わってくるんですけど。もう一つはコンセントラとかは、その同じ内容なんだけど、タイムリリース。だからゆっくり上がってきて、もっと長く続いて、 ゆっくり下がっていくっていうことで、ね、どっちの方が自分に合うのかっていうのは、もちろんお医者さんと相談しながらね、あ,のあと量もね、調整しないといけないんですけれども、ね、この有,有効成分っていうかな、メチルフェニードっていうもので、これはアンフェタミンと似た動きなんですよ。で、アンフェタミンって何なのっていうと、スピードですよ。コケインとかメタンフェタミンと同じような作用。 だからこれ、コケインとか、このコケインってかか、ね、いこダメだめでね、買っちゃダメだめでね。でも、ADHD のお医者さんに行くと、コケインと同じようなものを薬として出してくれるわけなんですよ。なんでやねん。ドーパミンだからです r i g h t なので、このリタリンっていうのは、実はドーパミンと、 アドレナリンのレベルも高めて、で、ちょっとセロトニンのレベルも高まるので、ちょっとマイルドな、なんか、あ、気持ちいいみたいなのをちょっと感じるっていう方もいると思います。Alright? なので、あの、コケインとかね、は取らないで、あの、本当に、あの、これは、やっぱりそう、ADHD の方は自然に、このスピード、スピード系のスピード、ドーパミンをリリースして、アドレナリン、アドレナリンを高めるものに、 自然に好きだっっていいいう方がいらっしゃると思います。例えば AD、ADHD でコーヒー6杯飲んでますとか、え毎日で、毎朝、僕もそうだったんですよね、本当に4 5、5、6杯とか飲んでました。午前中だけで。うん、で、あと、タバコですよね、ADHD の方はタバコを吸う人も多いかもしれない。レーピング、ベープタバコとか、アメリカ、日本は大いんだけど、あと、ニコチンガムとか。 ね、ニコチンガムを取って、あのその集中力を高める、自分で治療するっていう方もいっぱいいらっしゃると思います。ね、で、これちょっとねあの、僕もこれ聞いて驚いたんですけれども、大学生、アメリカの大学生の8割ですよ、80%が ADHD の薬を使用している、または何らかの時点で、ね、お医者さんの からじゃなくて誰かブラックマーケットみたいな友達とかから買って使用したことがあるっていうことなんですよね。で、これはですね、日本はマリファナはだめ、あのーえー、なんですけれども、アメリカはあのアメリあのカリフォルニアとか、あのいろんなところでアメリあのマリファナが今 OK になってるんですよね、この20年間を通して。で、あのー、面白いのが、このアメリカの大学生は、マリファナを試すより、 ADHC の薬を取っている、メスが多いっていうのが分かったんですよ。ね。そう、これはすごいなんか ADHC とは関係ないことなんだけど、すごい、これはなんかすごい驚く例だと、だと思うんですよ。で、ね、普通なんか大学生は、なんか、あのー、なんかマリファナがアメリカの場合だったら、州によっては、そのなんか、あのー、なんかお酒みたいなことなんでね。だからお酒を試すより、いやいやいや、 勉強をもっとよくしたい。ね、宿題をもっとできるようにしたい。ね。だから ADHD の薬を試して集中力を高めているっていう、その人たちの方が多いっていうか、そっちの方が大切だって、ね、学生たちは感じているっていうことですよね。ね。So that's kind of that interesting. 結構深いよね。これよく、あの、ちょっと冷静に考えていくと。うん。ね。なので、これで ADHD の ってなっていない人たちも含めてるよこれ。うん。ケー、うん okay。だから、ちょっとこれから説明する、今、今お薬にフォーカスしているんですけども、これからその、あの、行動力を、あの、自然のやり方で、ドーパミンを高めるとか、プラニングとかっていうのは、ADHD じゃない人がこれをやると、結構、も,うものすごいなんかスーパーパワーにアクセスできるようにな,なるわけなんですよね。ね。All right.、So. で、あの、本当にですね、ADHD、 で、お薬のアプローチをする場合はですね、やっぱり専門知識を持つお医者さんと一緒に行うっていうのがものすごく大切になってくるので、それをぜひね、あの考えていただければと思います。 あの薬が強すぎると不安になってパニックになったりとかね心拍数が上がって本当に汗かいたりとか結構あの気持ちが悪くなるんですよね不安を感じたり自分でやるんじゃなくてちゃんとしたあのお医者さんと話してで一応お医者さんと日本の場合にお医者さんから ADHD の診断を受けるとあのこのなんか。 あの、紙をもらえるんですよね。あなたはこういう ADHD の紙がありますよって、僕ももらったことがあるんですけれども、それをもらうと、なんか、あの、保険が効いてきますので、あの、ものすごくあの、あの、結構、あの、財布に痛くない、あの、金額で、あの、お薬を、あの、購入することができるようになってきますので、あの、すごい、なんか、ここは、あの、日本の、 あのね、保険、日本の政府が、あの、素晴らしい形で、あの、ADHD の子どもとか大人をサポートしてくれる、あの、すごいなんか便利なツールっていうかね、すごい、あの、いいシステムになっておりますので、ぜひこれも活用していただきたいなって思っております。a l right.So. なので、自分でやるんではなくて、自分でやるっていう。 ね、やって OK っぽいなと思ったら、ぜひ、お医者さんと、ね、専門家に判断をしてもらって、専門家と一緒に長期的なプランを作って、お薬のアプローチをしてください。ね、それすごい大切なことです。Alright. で、じゃあ、子供の場合はどうなのっていうことについて話していきましょう。ね。例えば、子供に永遠薬飲ませないといけないのとか、ね、お薬をやめたらダメになってしまうの。 いろんな不安があると思うんですよね、もうちょっと16歳とか18歳になったほうがいいんじゃないの、ねでですねあのー、子どもに ADHD の薬を与えると、薬がないと機能できないでね、そう心配する人もいると思うんですけど、実はね、状況はもっと複雑なんですよね。 で、あの、さっきも言ったんですけれど、まだその ADHD が、もうなんか、このお医者さんは全部 ADHD に知ってるみたいな感じではなくて、まだその、なんか、ちょっとミステリーっていうか、まだ分かっていないこととかっていうのが、あの、まだあるんですよね。だから、いろんな、この新しい研究とかも、まだ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 毎年入ってくると思いますので、今あるデータがすべてではないっていうことを、ちょっと頭に置きながら、このセクションを聞いていただければなと思います。ね、それはですね、この、 薬が働く部分、つまりシナプス、ね、あのー、神経細胞同士につながりには、ドーパイミンとノルエピニフィンっていうこのホルモンがですね、関係さしており、この薬を使うと、このシナプスのつながりが強化される。で、ね、さっき言った、その橋が作る、ね、筋トレみたいな感じですよね。新しい筋肉が生まれるみたいな感じで、そのスキルが高まる。リアルに脳に変化が できるんですよねつあの。作られるんですよ。脳が本当に変わってくるんですよ。脳,脳の中が。ね、だから、薬をやめても、ね、そのつながりが強いままになるわけなんですよね。で、ちょっとね、この新しいあの情報があるんですけれども、あの実際の,あのデータ、ね、やっと出てきたデータみたいな感じなんですけれども、実際のデータでは、子供の時に ADHD の薬を、ね、服用した子どもたちは、 薬を使わなかった子どもたちと比べて、学校の成績や一般的な成功での成功率が高くなることなんですよ。ね。なので、データによると、ね、やっぱりこれ、あの、15年間測らないといけないからね、<laughs> いっぱい時間かかるんですよね。これ大変なデータ取るの大変だよね。ね。今出てきているデータによると、ADHD の薬を使った子どもたちの方が、 仕事、キャリアの成功とか、学校のいい成績を取り続けるとか、学校のせい,い大学に入るとか、その後の、あの、キャリアの成功とか、その確率が ADHD o の薬の治療を受けなかった子供たちと比べると、全然違うっていうね、もっと高くなる、成功率が高くなるっていうことなんですよ。で、逆に、これ、 ちょっとね、親としては気をつけな気を使った方がいいっていうことで、で子も,もしね、これを見て、あ、これ僕だと思う人もいると思うんですけども、一方で子供の時に ADHD の薬を服用しなかった子供たちは、大人になった後に、他の薬物費、あのー、 ごめん。ちょっと漢字が読めない。表、なんとか表になる可能性が高くなるっていうことなんですよね。で、これちょっと日本の場合だったらちょっとかか変わると思うんですけれども、例えば海外の場合だったら、やっぱりそのコケインとか、コケイン中毒になるとか、ね、タバコ中毒になるとか、ね、いろんなそのコケインっぽいドラッグがいっぱいあるわけなんですよね。本当に一回やるとすごいドーパミンのスパイクが、メタンフェタミンとか、ね、本当にそのタバコより安く買えられるわけなんですよ。ね、アメリカで、 ね、例えばアルコールを買うみたいな感じで、ね、アルコールの値段でこういう超やばいドーパミン、もうこの1回これを打ったら、ドーパミンが超スパイクして、その後何が起こるのかっていうと、ドーパミンがスパイクした後にトラフに、ね、波みたいに上がって、下がるんですよね。でこの下がった時 僕たち痛みを感じるわけなんでですすよよねねだからタタバコもそうですよ、ね、タバコ吸ってる方、ね、お酒もすごい似てるんですけどもそのた、例えばアイスクリームがないっていうのも同じなんだよね。でポイントはその、ねいつ、タバコ吸いたい、ね、いつタバコ吸いたいってなってあ、タバコがないってなって、タバコ吸いたい、痛いってなって、それが行動につながります。 ね、アイスクリーム食べたいって言って、あアイスクリームがない、クショーじゃあコンビニ店でて買いに行こうみたいな感じで、それは行動につながりますよね。メタンフェタミンとか、ものすごいすす超ドーパミンを高めてくれるやつは、もう超スパイクしてで、それから落ちてきて、もうまたこのスパイク、またここのピークを得たいから、もう考えられることが、このドーパミンを高めることだけ。 なのでもう体も売るし、家も売るし、仕事も行けない、仕事もできない、お金を盗むしみたいな、でもこの人生がもうメタンフェタミンだけにフォーカスしている。のことをフォーカスできない、他の重要なことを見逃してしまう、うメタンフェタミンだけに入るみたいな、これがホームレスにつながったり、病気につながったりとか、本当に今、海外ではものすごい大変、ものすっごい。 大変な状態になってるんですよね。カリフォニアのホームレス問題とか、あの、ニュースで言っている方はわかると思うんですけども、これ結構でっかいメタンフェダミンとか、このドーパミンっていうのが関係があるわけなんですよ。ね、だから日本の場合だったら、あのねも、もしかしたら、その、パチンコとか、あの、アルコールとか、えっ、ー、と、ポレノ業界とか、 そういうあ、競馬場、競馬とか、競輪とか、ね、もう、もう、そ、その、そのドーパミンのヒットみたいな、そこにフォーカスし,しちゃうっていう、そ、その確率が高くなるよっていうことなんですよね。<laughs> ちょっとごめんなさい、なんか怖いデータだ,だったかもしれないんだけど、ね。だから、あーのー、ね、もし自分が、いや、ちょっと僕、 ね、ゲーム中毒。本当になんかゲームで人生がダメになってるとか、ね、パチンコでゲームがだ人生ダメになってる。仕事にフォーカスできない。もうパチンコだったらできるんだけど、みたいなね。ゲームだったらできるんだった。ね、もうそう感じている方がいたらですね、ぜひ安心していただければと思います。あの、本当にこれからあの説明していくあの、自然的なアプローチを通して、この 表情は改善されていくと思います。でも本当にその、もうどうしてもその、あの、中毒性がものすごく高い場合は、やっぱり施設に入って、環境を変えて、ね、自分が行動できない、そのドーパミンが高まるアルコールとか競馬とかメタンフェタミンがアクセスできないリハビリみたいなところに入って、一度このドーパミンのね、このクレイジーな波をベースラインに 戻すっていう、そういうあの時期は必要になると思うんですけれども、あんまりそれが高くない場合は、普通の方だったら30日ぐらい、その自分が中力性があることから、それを、あの、離れるっていうのかな、それをやめると30日間で、このドーパミンのベースラインは戻ってくるっていうデータがあるんですよね。でちょっと中力性についてのマニアックな動画は今日は、ね、もしかしたら、あの、興味があったらぜひコメントで書いていただければ、僕も、あの、フライトプログラムとか、あの、過去で、あの、本当に2ヶ月ぐらい、この、 のレッスンで中毒性についての説明したので、それを YouTube にすることもできるので、ぜひコメントで教えていただければなって思っております。でもですね、マジ見えにうの話で、もし自分が結構中毒性なもので人生がもう、なんか流れている。コントロールできない。 ね、一つのことに集中できない。自分が大切なこと、仕事とか、勉強とか、ね、そうじゃなくてゲームとか、パチンコとか、遊びとか、お酒とか、ね、そこにやっちゃっても人生が流れてるって感じている方は、もしかしたら ADHD の可能性があるんだったら、ぜひ一度お医者さんと話して診断を受けていただければと思います。 ね、やっぱり自然の方法でドーパミンのレベルを高めるとか、こうプランニングをやるっていうのもいいんですけど、やっぱり最初はこのお薬を通しての治療があのものすごく大切になると思うので、本当にこのビデオを見て自分でなんかやるっていうのも、形じゃなくて本当に自分 ADHD だなっていう方は、ぜひあの診断を受けていただければなって、本当にあの心からあの思っております。All right. それではですね、ちょっと薬の部分をカバーさせていただいたので、お薬から、えー、と自然の方法で体のドーパミンのレベルを高めるっていうことについて話していきたいなと思います。なので次のセクション始めていきましょう。Alright. So, this is a big one. ね、このセクションは、えっ、ー、と、ちょっと長くなるんですけれども、ね、あの、本当にもっと他にもあるんだけど、全部入れようとしていたら、おそらく、なんかね、本当に3週間ぐらいのビデオになってしまうと思いますので、なんか、なんかね、なんか3週間にはならないかもしれないんだけど、何日間の、あの、セミナーみたいになっていきますので、で、そのセミナー、やっぱりこれ大学、ね、博士号を取ってももっと学べることなので、で、最新科学とかも出ているので、ちょっと量を少なめにして、あの、説明していきたいなって思っております。だから本当にここで、 カバーしているのはものすっごいあのあの鍵になるような大切なもうマストになるようなことをカバーしていきます。オッケーで最初にね大切になってくるポイントがですねこれなんですよねそれはドーパミンについて知らないといけないんだよね,ねでドーパミンっていうのは1日の量が限られているんですよ。 ね、さっきも言ったんですけれども、体には神経が2つ大きく、あの、種類がありますよね。1つが、このリカバリー、ね、休む副交換系システムって言って、ね、寝ている時とか、ね、筋トレやって体を動かして、寝ている時に筋肉が大きくなりますよね。だから寝ている時に体が治療してくれて、ちぎれた筋肉を、で、大きくなる。 ということなんですよね。また体の,あの消化とか、食べ物の消化とか、ね、そういうことです。でもう一つが神経、体のシステムは動くっていうことの,あの神経があるんですよね。で、この動き系の神経の流れでリリースされるホルモンの、なんか大切なホルモンが、ドーパミン、ね。この指揮者ですよね。今動け、今ベース弾け、今ドラム止めてとか、ね、今やりたくないことをやってと ね、このドーパミンを高めるということで。はい、で、一日のドーパミンの量っていうのは限られているんですよ。ね、でこれすごい重要なので、ちょっとここ時間を使わさせていただけると思います。で、寝ているときに、このリカバリーされている副交換系システムのこのモードに入っていると、 ドーパミンが復活すするんですよこれをちょっとその車のイメージで考えていただいて、例えばあなた、なんか車運転してて、あガソリンがなくなったって言って、なんか無人ガソリンスタンドに行きますよね。で、あの車から降りて、なんかガソリン、トクトクトクって入れるじゃないですか。ね、このガソリンをがドーパミンだと想像していただきたいんですよね。で、しっかり寝ると、このドーパミンは復活するんですよ。でも、例えば朝2時まで。 ね、YouTube 見てるっていう、なんか遊んでるとか何でもいいですよ。朝2時まで起きてるっていうことにしましょう。すると、このね、ガソリンスタンドに行って、ね、ガソリン入れてるんだけど、朝起きたときにガソリンが満タンになってないんですよ。ね、睡眠を見逃しちゃってるから、本当は100%までに入るこれだったんだけど、もしかしたらその60%しか入ってない。で、また次の日。 同じ時間まで起きてるっていうことにしましょうえ。だから最初の夜は2時まで起きて、次の日の夜も2時まで起きてる。すると60%って思うじゃないですか。その時は40%とかに寝てるんですよ。同じ時間寝てるの。で、また次の日、2時まで起きると、今度30%、25%になって。で、また次の日寝てないってなると、これが20とか10%になって、徐々,徐々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 で減ってくるわけなんですよ。で、 ドーパミンが低くなっていると、行動力が低くなります。そして、自分のやる気が低くなってきます。だから、なんか学校で、中学生とか小学生の時に、なんか先生から、おい、お前努力足りないんだよ、努力しろよって言って、ね、おおすって言って、で努力、うって言っても努力出ないって。ね、これは実は間違いなんですよ。努力っていうのは、 ドーパミンが鍵なんですよ。だからドーパミンのレベルが低い人に、お前努力でやれって言っても、マインドでできることじゃないんですよ。マインドで選べることじゃないんですよ。体のドーパミンのレベル、ベースラインが高いと、やりたくないことももっと楽にできるようになるっていう。です。I think これもし、結構これはビッグポイントだと思うんですよね。あんまりこういうの知らなかったっていう人には、努力、やる気ってなんか、メンタルで強くするって。 メンタルが強い人はできるんだと思ってら、メンタル強くしたいんだったら、寝ないといけないんですよで。どのぐらい寝ないといけないのかっていうと、基本的、本当にこれやると、2週間でもうすぐ人生が変わってくると思うんですよ。夜の10時には寝るようにしちゃうんます。そして朝の4時までには最低寝てる。ね、でこれは実はですね、あの研究がありまして、夜の10時から、 朝4時の間に強い LED の照明とか、実は強くなくても結構データがあるんですよね。照明を夜、10時から朝4時の間に照明を見る、特に上から入ってくる光が目に当たると、次の日のドーパミンが満タンにならないっていうデータが本当にあるんですよ。 でこれ考えるとなるほどってなるんですよね。でどういうことなのかっていうと、例えばその、ね、夜10時に寝るっていう、ね、10時にガソリンスタンドに行って寝てガソリンを満タンにしようとしてるんだけど、光が入ってくると、ね、僕たちの,、ね、あの実はね目っていうのも脳の一部なんで、知ってた、僕知らなかったんでね、<laughs> あの目ってリアルに脳につながってて、正式に脳科学、神経科学で言うと、正式には目も、も目、アイズも目のあの脳の一部なんですよね。で光が 入ってくる。で特にこの,あのあのこの研究によると、月の光は大丈夫なんだってな、なんか分かんない、あと炎も大丈夫なんですよ、キャンドルも大丈夫なんですよ、であと赤い、赤い光も大丈夫、面白いよね、特に下からの光の方が上からの光、太陽がでまだ出てるって思うわけなんですよ、照明が夜ついてると。 ね、だから、このね、無人、あのー、ガソリンスタンドに行って、オッケーガソリン入れるよって言って、ね、ガソリン入れようとしてるんだけど、光があると、ああ、ちょっと、ちょっと今、あのー、ちょっとリカバリーに入らないで、今、運転するかもしれないから、ちょっと、運転席に割ってって、おおてって、ガソリンをなんか戻して、運転席にバタって入って、なんか待ってる、行動するかもしれないから、ちょっとこ、こっちの神経をオクティブアクティブにしようぜ、こっちのね、アクティブモード、こっちの交換系システム、動くって、動くかもしれないから、光ついてるから。 うん、まだ、ね、あのうあのリラックスしないでって、運転席で準備しててって、ずっと準備してるわけなんですよね。だから、ガソリンを入れてる時間が減ってくるっていうことなんですよ。ね、なので、この夜の10時に寝て、朝、ね、なんか、起きまき、あ、別に早起きしなくてもいいんだけど、ね、自然に8時間ぐらい寝るっていうのが、実はこのドーパミンのナンバーワンのファウンデーションになる話なんですよね。a l right. すごい大切なことだと、これは、あの、思います。えー 特にその終電で強い光を浴びてうわーみたいなね光を浴びてでもう本当に夜帰ってきてテレビを見るとか、ね、スクリーンをつけるっていうのは次の日のドーパミンを減らしてしまうのでそれを毎日の習慣それが毎日の習慣になっているっていう方が夜10時に寝るっていうのを意識だから人生の8割を10時に寝るっていうところ毎日はできないと思うんだけどね8割はするとあなたの行動力は。 本当に高まりますで。これは説ではなくて、あの、事実。本当。で、ムードとかも良くなってきます。<All right. S 1> で、午前中にピークが起こるんですよね。このごドーパミンのピークの波っていうのを知るのがものすごく大切になってきます。ね。それは午後になるとドーパミンっていうのは減ってくるんですよね。ね。だから、朝起きた後、ね、の、 2時間後ぐらいが、3時間後、場合によるんだけど、そのがドーパミンのレベルが一番高いときなんですよね,ね。なので、あなたの集中力が一番高いときは、この午前中の時間なんですよ。で、これはその夜型系とか、あの、一時ね、あの、ダニエル・ピンクさんがですねあ、ごめんなさい、ちょっと本の名前忘れてしまったんですけれども、あの、人には3種類のタイプがあると。ね。それは、超朝型系と、普通に、 夜寝て朝起きる系と夜型系があるよって。ね、で夜型の人はもう本当になんか、ね、午後4時とかに起きて、ね、徹夜して朝7時になると寝る。ね、で、あの、やっぱこれ2010年とかそのぐらい15年の間に出てきたのかな。まあ、そ,その時はやっぱりあ夜型の人は朝型になれないんだ。 で、超浅くな人はもうずっとそうなんだって思われてたんですけれども、えっ、ー、と、2016年にユニバーシリーカラダローだったと思うんですけど、そこの研究によったら、この超夜型の学生たちを2週間で朝型に変えることができたんですよ。ね、なので、この、あの、これから説明していくドーパミンと、あの、睡眠っていうのはサーキディアンリズム、1日の24、24時間の太陽の 体内ののククロックっていうのがあるんですよねで基本的にこの体内のクロックっていうのが太陽の太陽とものすごい関係があるんですよね。ねでこれを自分がその夜型だったんだけど朝型に動かすっていうのもあのできる、できます、できます。でおそらく今日説明しているあのビデオとを見るとなんかもしかしたらそれでできるようになるかもしれない。うん、情報を入れてます。うん okay. そうじゃあちょっとこのドーパミンのピークについて話していきましょうか。ね、ドーパミンのピークっていうのがあるんだけど、これはライズスリープっていうアプリがあって、ですね1週間無料、気をつけないと、なんか1年間60ドルすぐ取られちゃうみたいな、消すの忘れ,る僕は消すの忘れちゃったんだよね、<laughs> 1週間無料で取られるして、なんかこれ思ってるんだけど <laughs>、okay で、ちょっと見にくいかもしれないんだけど、左に6時から12時って書いてあって、でこの日の場合は、えー、と僕のピークが、えー、と9時半あたりだったんですよね。 ね、その時に僕の朝の一番集中力が高い、一番行動力が高いっていう時期がありました。ね、で、ディップっていうのがね、12時、1時になってきてで、このディップっていうのがありますよね、2時半とか、あ違うか、1時半が一番低いですよね。これ、こういう時こそはもう昼寝とかがあの、実は本当に科学的にベストなんですよね、ちょっと説明するんですけれども。で、またこの日は5時半、6時ぐらいにまたピークがありまして。 これはアップルウォッチとか、ね、を通して、あのどのぐらい運動しているのかとか、通して寝てる時間とかも測って、大体的にこ,うこのピークあるよっていうのを教えてくれる時間のアプリなんですよね、ライズスリープっていう。で、えー、PM ディップ、でまた夜のディップ、でできれば説明文書にリンクつけときますね、このアプリの、うん、結構脳科学的の,あの学者たちが作ってるあのアプリです。 で、夜、また減ってきて、この時に寝た方がいいよって言って、ね、あの、賢い、あの、スマートベッドタイムって言って、8時55分、9時ぐらいからちょっと寝る準備をして、あ、うん、っていうのがいいよって言って、で、これがこのドーパミンのピークなんですよね。1日にはこの朝、午前中が高くなって、また昼あたりに低くなって、午後にちょっと上がって、下がってくるっていうことなんですよね。で、これを自然のピークライン、 にアクセスしたたいんだったらこれから説明するあのやり方がものすごく大切になるんですけれども、一つは、ね、夜10時には寝るっていうのが、かなりの鍵になります。ね、これ夜10時早く寝るの難しいよって思う人もいるんですけれども、本当に2週間僕がこれから説明するやり方を試していただくと、もうか戻ることはできない。人生のクオリティが全然変わるんですよ。 やる気も高まる。行動力も高まる。集中力も高まる。ムードも高まる。自然に運動したくなる。エネルギーも高まる。みたいなすごいことが起こってきます。ね。本当に。やったことがない人は。ね。で、できれば、10時に寝るんだったら、1時間前からは、 ipad とかテレビを見ないっていうのをやっていただくともっと楽に寝れるようになると思います。ね、だからちょっと僕のあ iPhone とか、例えば夜あのどうしても iPhone 見ないといけないっていう時は、ね、このボタンを3回押すとこれ赤にするっていうのも僕の YouTube の あるし、グーグルで検索したら、やり方いっぱい出てくると思うんですけれども、あのそうやって、夜はその特にあの寝る時間の1時間前、ね、10時に寝るのが難しいんだったら11時でもいいから、じゃあ10時からはもう全部赤いスクリーンで見る。で、どのくらいのた、ね、光を見ていいのかっていうと、iPhone を一番低くした、照明を一番低くした状態だったら、一応、あの大丈夫って。 ということなんですけれども、僕はやっぱりその赤にするっていうのがおすすめです。なので、本当に僕の,あの家とかになると、夜はそのキャンドルライトみたいな赤いライトが、ね、トイレの中にあったりとか、そういう感じであの、夜起きても照明をつけないように、本当にちょっと、ね、10分だけでも夜に照明をつけると、次の日の行動力が低くなるっていうデータが本当にやります、うん。で、自分で体験することもできる、やっていくと。All right, so let's get back to the slide. All right. so、we, we covered このドパミンには1日の量が限られて、このピークとあのディップっていうのがある。 で、これからですね、あの、本当に、あの、科学的に証明されている、もうこれが鍵みたいな、あ、やり方を、あの、アプローチをいっぱい紹介していきます。ね、まず、このベースになるのが、その睡眠と、実はこの太陽の光を朝浴びるっていうことなんですよね。なので、それについてもうちょっと、あの、具体的に説明していきます。なぜ太陽の光を見るのが大切なのか。でその次が、僕はお薬とかサプリとか。 ね、お食事ですよね。砂糖を控えめにするとか、そういう大切なレアがあって、これピラミッドだから一番下が土台ね。でその次にアルコホール。アルコホールも、えー、とドバミンと大きく関係があるので、アルコホールの制限についてお話しさせていただいて、でその次はあの150分の運動。これすごい面白いあのトピックなんですよね。 で、次が、その、昼のリカバリー。あの、昼、あの、ディップするときに、ちょっと昼寝とか、フォーカスワークを、あの、瞑想みたいなのをやると、午後の、あの、ドーパミンのレベルが高まるっていうこともあるんですよね。ね。だから、本当に、この、今日を学ぶことで、あと、プランニングとかも行くんですけれども、プランニングのセクションとかもすごい参考になると思うんだけど、このドーパミンのピークラインっていうのがあるじゃないですか。なので、その、自分がやらないといけないことを1時間ぐらいのブロックにしたりとか、にして、 オッケー一番ドーパミンが高い時に一番やりたくない、やらないといけないこととか、集中力が必要になることっていうのを入れて、で人間はウルトレーゼンリズムっていうのがあるので、90分までのフォーカスができるんですよね。90分以上のフォーカスは人間はできないと。で最初の10分とか15分は、フォーカスのゾーンに入るまで、あの、時間がかかるわけなんですよね。その時になるか、大ーいとか、ね、上司がちょっと来てくれって言ったら、また集中力が減っちゃって、でまた、 ええね、なんか、その作業やってやるぞってなって、また15分の時間がかかって集中のモードに入るわけなんですよね。だから、この環境とか、あの仕事が早くする方法で、結構この環境の大切さとか、リアルのメソッドとかを説明しているので、ぜひ、それも参考にしていただける、そのビデオも参考にしていただければ嬉しいんですけれども、基本的には、その90分のサイクルを1日何回できるか、90分のサイクルを朝3回できる、そして午後に1回できる、 それは結構ピーークパフォーマンスな日な日んですよね,ねそれが長期的に何年間もできる人は、ね、その集中力にアクセスできない、ね、その間違ってる時間に、ね、本当に一番集中力が高い時に通勤してるとか、ねで、集中力が低い時にやりたくない作業をやろうとして集中ができないとか、でまた夜、家帰ったあとになんかやろうとしてるんだけど、なかなか行動できないとか。 ね、結構これを10年、20年、30年スパ、特に子供の時からやり始めると人生大きく変わっていくわけなんですよね。ね All right. なので、昼乗りカラビも話して、で、フォーカスワークとか瞑想についてもうちょっと話していって、で、最後にはですね、僕の、あの、大好きな冷水トレーニングについて、どうやって冷水トレーニングをやっていくのか、なぜ冷水トレーニングとドーパミントダレに関係あるのかっていうのを説明していきたいなと思っておりますので、ちょっとなんか、ここから、あのー、ね、ADHD のビデオの第2のセクションみたいなのを始めていきたいなと思っております。a l right, so, let's get this s t a r t e d a l right, で、この、 ね、睡眠はもうちょっとね、あの睡眠の大切さ、なぜ睡眠が大切なのかっていうのを話させていただいたので、太陽の光にフォーカスしていきます。ね、だから睡眠を通して体はリカバリーを得るんですけれども、ねあちょっと睡眠も入ってるねで。寝る時間は6時間から8時間ほどが普通って言われていて、僕はあのちょっとなんかね、寝なくてもいいとか、1日2時間でいいみたいなそういう本とかもあるんですけれども、あのちょっと僕は。 わからないので、その科学的にドーパミンを高めた人はあの6時間から8時間が普通って言われています。僕はちょうど7時間半ぐらいがぴったりみたいな感じなんですよね。で、あの睡眠を取らないと追記モード、追いかけるモードっていうのもあるんですよね。さっきちょっとはいっ話したんですけれども、ね、そのフォーカスするゾーン、ドーパミンの回路はその。 で5つあるんですけど、さっき目にも回路があるよって言ったんだけど、主に大切なのが、その考える部分につながるドーパミンと、なんかリンビックシステム、あのー、なんかその逃げるか戦うかモードの、ね、恐怖を感じると動く、ストレスを感じると動くっていうところにもドーパミンのリリースがされるんですよね。で2つののの回路があるんですよ、ね、でこの追求モードっていうはは実は あのちょっとアドバンスなんですけれども、ものすごいあの今、最新科学とかですごい注目を浴びていること、トピックでその、あえて自分にストレスをかけるんですよね、だからさっきのさ、ADHD の方は、ね、締め切りとか、ね、重要なタスクだったら、時間を気にして動ける、でも重要じゃない、締め切りがないとなんかできないっていう、夏休みの終わりで、最後の週でやっべえ、式でやらないとってなって動きますよ。 ね、で、ちょっとストレスについて勉強していくと、ね、このストレスのレベルっていう、例えばストレスが波だったら、ストレスの波をコントロールするできるようになるわけなんですよね。まあ、例えばその、なんか,、あのーなんかええ、ストレスの波、感情がもう無理っていって、溺れてるっていう状態もあるし、なんかちょっと膝に来るとか、腰あたり来るとか、ね、胸あたり来るとか、そういう感じで、ストレスのレベルの高さってありますよね。 で、これを、その1週間、やべえ、1週間後で、ね、宿題やらないといけないって言うと、ストレスが来てるわけなんですよね。これを、あえて、仕事のキャリアの場合で、自分でデッドライン、締め切りを作ることができるんですよ。自分で、オッケー夏休みはこれで終わるよっていうのを、作る、スケジュール的に作ることができるんですよ。で、特に、ゴールが、 本気にならないとできないぞって。ね、例えば甲子園とか本気にならないと勝てないですよね。本気になっても勝てないかもしれない。でも間違いなく本気じゃないと話にならない、ね。スポーツとか、スポーツとドパミンも関係ありますよ、ね。はい。スポーツとか、本気にならないと勝てないじゃんみたいな。ね。これを自分のビジョンとか自分のゴールですよね。本気にならないと無理っていうゴールに、プラス締め切りをつけたりとか。 すると、自分がやっぱり動かないとってなって、もうそこにフォーカスしないといけないっていう環境をセットアップすることができるんですよ。で、この環境をセットアップして、で続けていくんだったら、睡眠が鍵になる長期的に。短期的には3週間までとかだったら徹夜を続けるっていうのを2週間、3週間できると思うんですけれども、これは本当に何年間。 ね、やっているでよく考えると、ね、この社会で大きく成功している方っていうのは、こういうプレッシャーがかかることを自分で選んでやってますよね。r なので、うん。r じゃちょっと、太陽、なんで太陽と関係あるのかっていうと、その僕たちの体には、ねあの、サーケディアンニーズム、24時間の体内プロックっていうのがあるんですよね。 で、これが、あの、僕たちの、あの、行動の鍵なんですよね。だから、太陽がね、そのガソリンスタンドで満タンにしますよね。で、太陽の光が入ってくると、ね、脳にシグナルが来て、OK! あ今、あの、運転の準備して、今から運転するよ、今から動くよって言って、で、この、ガソリンスタンド、あッ OK!OK!OK!、OK, OK, OK、じゃあ、そこの作業やって動くねって言って、ね、本人が車の中に入って、人格で送った。 って言ってエンジンを温めて、OK、これから運動しようって、ね、これから動こう、行動しようっていう風になるわけなんですよね。で、この光が、OK、今,今から運転するよって、今から動くよっていう脳の,のシグナルなんですよ、ね。で、エンジンを温めるっていうのも、体も温まってくるんですよね。実はあの起きる前の1時間半から2時間前ぐらいが、一番体内の温度が低いときなんですよ。 で朝の太陽、光を通して、ねセンサー、目のセンサーがアクティベートされて、脳がいろんなところにシグナルを送って、1つのシグナルは温度なんですよ。体を温めると、今、行動の準備が開始するみたいなエフェクトもあるんですよね。All right、でも、ポイントはこの太陽の光が当たると、OK、今動くぞって言って、ドーパミンのリリースが始まる。 アドレナリンのリリースが始まったり、コルチゾールもスパイクし始める、そしてメロトニンの調整、これ面白いよね。朝の光が目に入るタイミングによって、体が自然に今寝た方がいいよっていう、何時間後のメロトニンの調整につながるんですよ。 これをやっていくと、セラトニンもリリースされますので、そ気持ちよくなる、ムードがたくまる、充実感を感じる、幸せをもっと感じるようになります。ね、で、どのぐらいにあの、どのぐらいの太陽の光を浴びたほうがいいのっていうとあの、10万マックスをあの午前9時前に。で、これは晴れの日だと10分で、曇りの日だと20分で、えー、と雨とか、ね、真っ暗の日はあの30分って言われています。でも、あのリアルだけ、リアルに長いほうがいいよって、 キューバーマハンカースはおおっっしゃっておりますでこれちょっと注意するポイントなんですけれども、ね、これ、やっぱ、起きて9時前にやらないといけないんですよね。例えば、ね、6時とか9時に、7時に起きる場合は。ね、で、この、じゃあ、オッケー、じゃあ朝起きて、ずっと暗い範囲にいて、ね、オッケー、じゃあ、ね、12時になったら、午後になったから、太陽の光を浴びようってなったら、もう見逃しちゃったわけなんですよ。 ね、そのセンサーを通して体がアクティベートされる、スイッチオンになるっていう時間は、もう本当に起きた後から4時間ぐらいの間、その間にしかこのシステムを使えないんですよね。なので、この午後,午後になって太陽の光を見るんじゃなくて、もう本当に朝起きたらすぐ太陽の光を浴びるっていうのが、すごいあのい,い,いいことです。うん、で あのさっきも言ったコルチゾールというストレスホルモンなんですけれども、これは一日にどうしても、一日必ずスパイクが起こるんですよねで。これは午前中に合わせた方がいいと言われています。で、この朝にです、ね、本当に3分激しい運動をやっていただきたいんですよ。ね、すると50、50%からさらに75%まで高まるんですよ。ね、だからこの朝 僕はあの基本的にはトランポリンでジャンプしたりとか、あの、ちょっとジョギングしたりとか、今朝もジョギングしてたりしたんですけども、マウンテンバイクに乗ったりして、その本当にあの、3分でいいから、これをやっていただきたいんです。でだから、朝のラジオ体操っていうのは結構これとすごい関係があるんですけれども、朝のラジオ体操よりハードな方が あの、もっとエフェクトを感じると思います。でもちろん、ラジオ体操で十分っていう人もいっぱいいらっしゃると思うんですけども、あの、ADHD の方は特に朝起きて、光を浴びて、激しい温度を2分、3分とかやっていただくと、あの、その日の行動力、集中力が高まってたっていうのを感じること、実感することができると思います。うん でちょっとね、このコルチゾールが高まると、イライラが高まる人がいる、ね、さっき言ったその ADHD の特徴として、自分のプランが思い通りにいかない、邪魔されると、イライラしちゃうっていうこ、ここが悪くなる可能性もあります。うん、こ,のこれをクリアする方法はちょっと研究中でもし そのやり方を知っている方がいたら、ぜひ教えていただきたいと思うんですけれども、うん。あの、この可能性もちょっとはあるので、ちょっと気をつけていただければと思います。うん。あの、それがすごい敏感な人、イライラが敏感ない DHC の方はね。ちょっと午前中はイライラが高いなっていう現象が出てくるかもしれない。でも、この行動。行動力。なんで運動って書いてあるんだごめん。行動力。やる気。 集中ですよね。これ、行動、運動じゃなくて集中ね。ね、行動力と集中力とやる気と決断力。コミットする。がッて来いや。ね、この、ね、甲子園やるぞって。OK、今日このタスクやるぞって。それがもっと楽にできるようになるんですね。自然にやりたくなる。っていうところにつながります。 ケー、okay. で、ちょっとこれ、あの、すげえ余計な情報ですごく書いてくるんだけど、目だけではなくて、これ新しいデータによると、あの、光に、あの、皮膚は出るっていうのをものすごく大切だっていうのが分かったんですよね。実は体の痛みのベースラインっていうのがあって、でその痛みのベースラインが高まるっていうことが明確になりました。で、テストストロンのレベルが高くなるので、あの、これなんか、じょ女性が男性に変わるみたいな、そのぐらいの量じゃないんで、そんなの量じゃない。どういうことなのかっていうと、美力が高まる。あの、やっぱり皮膚が、あの、もっと皮膚が早く、 新しい皮膚が生まれてくる。髪の毛とか爪が早く伸びる。だからもっと美しく見れるんですよね。この太陽が光に当たっている男性と女性は。ね。だから、あのー、ね、あの、半袖半ズボンで1日20分から30分を週に2、3回やるとすごいベネフェットがあるよっていうデータも、ちょっとこれ、あの、ADSC とか関係ないんですけれども、入れときました。ORIGHT。じゃあちょっとさっきのサプリメントあ、さっきの、あの、ピラミッドのね、あの、 写真を思い出していただいて、その睡眠と太陽の光、これマストですよ。本当にやったことがない人は、ぜひ2週間試していただければ、すっごいなんかムードとか行動力、決断力が、あの、変わってきます。It's incredible. You should really try. ケー、okay、で、その次がサプリと食事だってね、お薬。だからやっぱ ADHD のお薬も入るんですけれども、ADHD のお薬はさっきカバーしたので、ちょっとここは、あの、別のサプリについて話していきましょう。ね、やっぱりそのホルモンは作る材料が必要なんですよね。例えばどうやってドーパミン作るのとか、ね、あー、あのー、 その作る材料が必要で、で、僕のおすすめはですね、オメガ3はとてもあの脳にあの大切なサプリメントなんですよね。あとはちょっとうつ、うつとか不安、エンザイリーっていうのかな。あの、ちょっと、あの、うつっぽくなってしまうとか、不安とか恐怖とかパニックがかすごいずっと続いてるっていうか、ね、そういう方にはオメガ3は、it's, you really should try. It's incredible. 本当にすごいあのポジティブなエフェクトを出してくれるんですよね。あのこれはですね、あのえー、と1日にあのオメガ3には EPA と DHA っていう2つの部分があるんですけれども、この EPA を高く、ね、最低1000ミリグラムると、ADHD の表情が改善されて、でさらに H ADHD とは関係なく、自分のムードが良くなる。 ね、不安を感じなくなるうつっぽい表情が少なくなるっていうデータがリアルにあるんですよね。でこの AD の ADHC は、えーと えーっとジェイン・チェング博士が2019年に書いた、えー、っとレポート、ちょっとレベル、EPA に対してのレポート、実験があるので、そのリンクつけておきますね。で、あとその、ADHD が改善されるっていうのも非常に、ADHD じゃなくて不安がよくなるっていうのもすごいあの事実で、これはあのそのうつうつ、うつ病の方がうつの薬と合わせて取ることもできる。そしてそ、それを取ると、その、 すごいプだからそのな、なんて言えばいいのかなその、うつ病のお薬のレベルを低くすることができるみたいな、そこにつながる可能性もある。本当にこのあの、うつの表情がすごい良くなる。 良くなるって言ったら変なんですけども、改善されるっていうのかな。それにつながってますので、もうその打つって判断されてないんだけど、ちょっとうつっぽいなとかえ、特に冬とか秋、冬、ちょっとあの春もそうかもしれないんだけど、場合によるとね、その太陽の光が短い時とか、あの人間は不安をもっと感じたりするんですよね。こういう時こそオメガ3を取るっていうのは、すごい、超、 あの、すごいお勧めできます。うん。で、科学的に証明されていることなんですよね。で、このちょっとトリック、ちょっとトリッキーなポイントみたいなのがあって、それ、この EPA を、あの、EPA が高い ブランドを選ばないと、あの、普通のオメガ3で EPA こんなに入ってないんですよね、実は。だからちょっとあの余計で、あの、スポンサーとか全然ついてないんですけれども、個人的には僕はちょっとリサーチして、これを僕はあの値段的に、クオリティ的にもいいっていう判断して、これはあの、iHerb から購入できるんですよね、このオメガ3っていうスポーツリサーチのブランドがあるんですけれども、個人的にはこれは僕はあの3粒とか呼んでいます。うん。だから基本的にはその、 1000mg なんだけど、まあ、2000mg で試していただくっていうのもいいと思います。EPA を、うん。で、ちょっとあの、フィッシュオイル大丈夫なのって。あ、そっか。ベジタリアンの方は、あの、サンフラワーシールオイルとか別のオイルもあるので、ベジタリアンバージョンとかビーガンバージョンもあるので、ちょっとそれは自分で検索していただくかと思います。で、ちょっと私女性なんだけどとか、ちょっと心配、本当に飲んでいいのっていう方は、ぜひですね、これサプリなんですけれども、あの、お医者さんに確認取って、あの、飲んでいただければと思います。気になる方は。 Okay、でもう一つの、ね、サプリあ、本当にサプリはいっぱいあって、全部説明してると本当にあのできないので、ちょっともう一つね、このチロシンっていうサプリについてお話したいんですよね。でこのチロシンがエルドーパに変わって、エ L ドーパがドーパミンになるんですよねで。ドーパミンがおじいちゃんみたいな感じで、まあ、お父さんかな。でその子どもがあのノーアドレナリンとアドレナリンなんですよね。だからそのドーパミンがアドレナリンに変わるわけなんですよ。Right? ドーパミンがあって、ちょんちょんちょんってなると、アドレラニンになるんですよね。でアドレラニンっていうのはあのあの、体の中でリリースされるとア,ドレ,アドレナリンで、脳の中でリリースされると、あのエピネプリンになるんですよね。でも中身は同じなんですよ。 アドレナニンっていうのは、もう体の,あのレッドブルですよね。<laughs> ねなんか寝てて、なんかやってるね、ね兵隊さんが寝てるみたいな感じで、球が、ね、ポンポンポンって飛んできたらドキドキして、ボクボクってもうすぐ集中力、動ける、体が動けるみたいな、ね、今、あのガストリンバタンス、今オフにして、今動いてみたいな、すごいパワーつながるんですよねで。これとドーパミンっていうのは結構関係性があるんですよね。で、この作るホルモンっていうのが、このタイラシン。 鍵になるっていうことで,でこれをもしかしたら、あのあの今、これはあの結構3000円とかアマゾンで販売していると思うんですよね、日本でも。で、これを通して ADHD、これを ADHD のお薬に使っているっていう人もいっぱいいます。または薬と合わせたりとか、ね、周り、ね、には必要な時に取ったりとかで、どのぐらいの量がいいのかっていうと、あの本当に人によって大きく変わるんですけど、大体500から1000ミリグラム。 が普通ででも中には200ミリグラム、このね、一粒の半分取るだけで超集中力が高まったっていう方もいるし、あの、えっ、ー、と、まあね、その2000ミリグラム取らないといけないっていう人もいる。だからケースバイケースなんですよね。僕は1日1粒から2粒、あの、必要だって感じる時は取っていて、アマゾンから購入することもできるんですけど、お医者さんに、えっ、ー、と、確認していただければなって思っております。気になる方は。 で一応ですね、1988年の、えー、とレポートによると、この2週間これを続けると、ADHD の表情が改善されたっていう人もいたんですけども、その中では、6週間後に、 えとこのトラレ6週間経ったら効かなくなったっていう方、そのグループもいたんですよね。だからこれで全部 ADHD 治るのかって言ったらそうではないと思うんですけど、もしかしたらこのサプリを通して ADHD の表情を改善できるっていう人もいるんじゃないかなって思います。でもこれはサプリなので、あの本当にあの気になる方はお,あのお医者さんを通して確認した上でサプリを飲んでいただければなって思っております。僕もお医者さんを通してこういう相談をして、こういうサプリの相談とかをして、あの やっております。 で、ちょっとね、あのー、そのダイエットについて、ね、この、なんか今、ダイエットの話ではね、すごいなんか、あのー、いっぱいのベジタリアンがいいのか、ビーガンがいいのか、肉だけダイエットがいいのか、炭水化物なしがいいのかとか、ね、で、結構その専門的な方がいるので、ちょっとその専門的なことではなくて、なんか、あの、代替的なことなんですけれども、これは、子供がね、あの、砂糖が、あの、入っている食事をいっぱい取っていると、ADHD が悪化するっていうことが結構明らかになっております。なので、子供が ADHD の場合は、 あの砂糖を控えめにするっていうのがいいと思います。で、おそらく中にはクリス、砂糖はいつも控えめにした方がいいよっていうお医者さん、専門家もいると思います。僕もその通りだと思います。僕はちょっと砂糖の研究家ではないので、あのね、あの砂,糖砂糖は結構あのでっかい鍵だと思うんですよね、長生きの健康の。あら、子どもと ADHD には関係があります。All right. 逆に、これちょっとあの暇つぶしタワークみたいな感じなんだけど、ADHD の子供が砂糖を取ると集中できるようになるっていう子供もいるんですよね。普通、逆ですよね。普通、子供に砂糖を与えるとハイパーになりますよね。でも、中には、ね、全員じゃないと思うんですけども、中には ADHD の子供の場合だったら、お砂糖を取ると、you calm down. もっと冷静になるっていう子供もいるんですよね。面白いよね僕もそれ知らなかったんですよ All、right. OK。じゃあ次に大切になってくるのがアルコールなんですよね。で、やっぱりですね、これは、あの、週に2杯がいいっていうデータがあります。で、これについてはもしかしたら興味がある方は、本当にこれもなんか、おそらく45分とか1時間ぐらいのビデオを作る、作ることもできるかもしれないんですよね。 で簡単に説明すると、どういうことなのかっていうとあの、アルコホールっていうのはリアルに毒なんですよね。あの本当に脳に直接入ることができる、脳にあのメンブレインのブロックみたいな、シールドみたいなのがあるんですけれども、もう腸、そこに入ることができるんですよねで。何が起こるのかっていうと、アルコホールが入っちゃうと、寝てる間にリカバリーモードに入ることができなくなるんですよね。その筋肉あのリカバリー、ガソリンスタンドで満タンにするっていうのができなくなるっていうか、難しくなるんですよね。 このストレスホルモンが満タンにならない。なので、次の日の集中力、やる気、決断力、判断力が下がる。だから、エクストリームの場合で説明すると、あのー、まさにこの二日酔い、めっちゃ二日酔いになってる時、次の日、なんか、ああ、予定見逃しちゃった。何も体動かない。みたいなこと。これ、ドーパミンと大きい関係がある。そうなんですけれども、ね。やっぱそうなりますよね。ねで、この、お酒を飲むと、 寝てるって感じるんだけど、実はその、なんかガソリンスタンドでね、ガソリン入れてるって思ってるんだけど、本当にちょろ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 しか入らない。ね、その、あまりこのリカバリーモード、ガソリンスタンドにアクセスできないっていうことが起こるんですよね。なので、これは実はスポーツをやっている方、趣味のスポーツ、プロフェッショナルのスポーツ。 または筋トレをやっている方には結構重要なポイントなんですよね、ADHD とは関係ないんですけども、筋トレスポーツって何やるのっていうと、筋肉を動かして、例えば筋トレだったら分かりやすいから、筋トレで、わーとか重いのをやって、筋肉をちぎってるわけなんですよ。ダメージを与えてるわけなんですよ。で、寝てる間にリカバリーされるんですよ。で、お酒を飲んでしまうと、寝てるって思っても、リカバリーモード、スイッチオンにならない、フルにならないんですよ。だからもう 何をやったのって言ったら筋トレやってお酒飲んで寝ていたら、ただ単に体にダメージをしていただけみたいになってしまうんですよね All、right. so, あのー。この行動力、決断力っていう、このベースラインを高める行きたい方はですね、やっぱりお酒を週に2杯、ビール2本とか、そういう形に制限を作るっていうのがかなり大切なことになってきます。特に ADHD の方は、 中にはお酒好きな方もいるんですよ、ね、これがさっき言っていた子どもの時に LHC の薬を通して専門的なアプローチを受けていたらそうならなかったかもしれない。でもこのドーパミン回路とかドーパミンの,、ね、その超フォーカスとか、ね、そういう特性によって特徴によってお酒が好きになってしまう。ね、でお酒が好きになると結構そのお酒によって で体のダメージとかでその、決断力、行動力が低いから、仕事がうまくできないとか、フォーカスできないとか、キャリアアップができないとか、それが今度、自分のセルフブリーフに変わってきたり、僕はできない人なんだってもう決めちゃってる。すると、この可能性がある行動でも、いや、僕はできないよって言って、スタートすればできたんだけど、スタートもできなかった。だから、この、なんていうのかな、ね、人生がなんか右肩みたいになってるんじゃなくて、もう、あれ、もう天井に当たって、もうそこで。 フラットラインになってしまうっていうこともあるんですよ。アルコール。うん。Alright と ADHD。じゃあ、ちょっとこの別の次の,あの大切になるのが、この150分の運動で、これはもしかしたらその睡眠の次のレベルみたいな、ね、大切なことかもしれないんですけど、あのー、運動は a d h c と非常に関係があるんですよね。あのー、特に子供の場合は、 やっぱりやっぱ特に子どもは本当になんか1日2時間は外で遊んでた方がいいっていうこと。 だと思いますでこれ面白いんでね子どもが、えー、と1日2時間外で遊んでいる子どもは目が悪くならないっていう圧倒的なデータがあってで目が悪い子どももねあの外で2時間遊んでるっていう毎日やってるっていう外に2時間いるっていうなると目が良くなるっていうなんかスタンファードのデータがあって。 あのこれも結構なんか驚きで、もしこれに興味があったらね、このビデオも作れるんですけれども、結構あの、外でいるっていうのは関係ある、これ、テーマが分かってきてるでしょ、ドーパミンと外でいる、太陽が上がった時に起きる、太陽が下がってる時に寝る、ね、外にいる、体を動かす。 ということなんですよねでこの運動についてなんですけれども別に激しい運動を続けなくてもいいっていうことが今あの結構明確的になってきております。 でどういうことなのかっていうと、ゾーン2ってご存知ですか、あの心拍、ねア、アップルウォッチ持ってる方とかは、自分で測ることができるんですけども、一応、その心拍があの1から5に分かれてるんですよね、で5がもう、5の最後が6ぐらいが、BO2MAX って言って、心拍がこれより、心臓がこれ以上、早く動けることができないみたいな感じで、ね、でこのゾーン2っていうのがあ,のあるわけなんですよ。 で、ゾーン2っていうのは、この大体心臓の,あの動きのね、マックスの70から80%。その測り方も結構なんか3種類ぐらいあるらしいんですよね。で、ちょっと難しい。これも結構難しい。あの具体的に入っていくと結構深い話なんでね。でも簡単に説明すると70から80%っていう。で、これはその会話ができるぐらい。 だからちょっと20文字ぐらいの,あのセンテンス、文章を覚えて、例えばあの僕の場合は、これ英語で、日本語はおそらく20文わかんないけど、英語で言うんだけど、I say something like,、uh, when I wake up in the morning, I say thank you for the universe and I'm grateful for the day. ね これを、まあ、日本語にする僕は朝起きたら、ね、ユニバースにありがとうって言って感謝を始めます感謝を感じますみたいな、ね、これを走ってる時に言ってもらいたいんですよ筋トレやってる時にねとかねもしこれやってる時にあ起きて僕はか、ね、ユニバースに感謝してみたいな息が切れてるんだったらちょっと行き過ぎ、ね、これが本当になんかちょっと難しいんだけどできるぐらいの心拍なんですよね。これを週150分 だから、ウォーキング、ちょっと早めで歩く、または超ゆっくりジョギングするぐらいの運動を150分やると、ものすごい体にベネフェットがあります。ね、でそれと別に筋トレもやらないといけないし、で本格的に本当に長生きやりたい人は、それと一緒に BO2 マックス、週4分、ハートレート、心拍がこれ以上高まらないっていうのを週4分やる。この3つがあの結構あの長生きの。 鍵になってあの病気を防ぐ脳の病気、思い出す病気とか糖尿病関係の病気、または、えー、とこの,あの心臓系の病気とかあのを防ぐのにものすごいあのデータがあるっていうのが今明らかになっていて本当にあの今、あの何て言うのかなその医学、医学業界にも革命が来てるんですよね。だから医学 あのー、なんか、2.0みたいなのが、ね、ガになったらこの薬を飲むと良くなるよ、みたいな感じで。で、この医学3.0っていうのは、これをやるとがんになりにくいよ、みたいな圧倒的なデータがあるみたいなことなんだよね。<laughs> <laughs> ちょっと今話がずれているんだけど、ちょっとその週150分の運動を軽いレベルでやるっていうのはどういうなぜ大切なのかっていうと、ミトコンドロイアっていうのがあって、で体をどうやってエネルギーを使っているのかっていうと、その脂肪を燃やすっていうか、 ね、だからあの、これ、ズンバインストラクターの方とか、ね、運動のインストラクター、エアロビックスのインストラクターはよく分かると思うんだけど、ね、例えばズンバのインストラクターで、最初お客さんが入ってきて、体重が、ね、多い方が、ズンバをやると、体重が減ってきますよね、1ヶ月とかで、また2ヶ月で。でも最後の10%がしつこく残るじゃないですか。ね、ズンバは、その脂肪を燃やすには、運動の心拍が高すぎるわけなんですよ。 その最後の残りの脂肪を燃やしたいんだったら、このゆっくりとした運動を,こをやるとあの、この脂肪が燃えていくわけなんですよ。で、この踊ってるとか、心拍ゾーンが3とか4とかの場合は、このアクシジェン、酸素を使ったりして、酸素とエネルギーの、酸素を使ってエネルギーを作ってるんだよね。そうじゃなくて、酸素を使わない、もちろんその、無、ね、酸素運動のエクストリームじゃない。 こともっとその下の、すごいその酸,素アクセあの酸素運動の下のレベルのゾーン2で、ねね、そこにアクセスすると、脂肪がもっとマイトコントロリエがあの燃えて使う活躍できるようになって、すごいベネフェットがある、でこれがそのピラミッドのベースラインみたいになるんですよ。このベースラインが低いと、ね、あのベースラインが幅広いと、ね、ピラミッドもっと高くなりますよ。 そういう感覚で考えていく。で、このピラミッドのトップが心拍マックス、BO2 マックスですよね。だから本当にこの150分のすごい軽い運動をやると、もうすごいあのメリットが、長期的なメリットにアクセスできるんですよ。それにも結構長い動画になってしまいますので、もし興味があったらね、ぜひコメントを教えていただければ、こういうことについて本当に僕あの <laughs> あの大好きなので、もっと話したいなと思ってます。All right. okay. で、あと、あの、最後ね、これ、あの、できれば、この軽い運動をやるときは、1回45分以上を目指してください。やっぱりその20分続けないと効果がないらしいんですよね。これ5分をね、あの、やって、30分休憩取って、5分やって、30分、5分やってっていう感じじゃなくて、最抵20分は続けないと、このメトコンドのエリアのバーンゾーンにアクセスできないっていう形なんですよね。で、もちろん、これもね、鼻呼吸も深いですよ、皆さん。鼻呼吸は深いよ。 できれればば鼻呼吸をやっていいただければと思います基本的に呼吸は鼻を通してやると、もちろんその、ね、あの空気のフィルタリングとか、ね、アレルギー、なんかそういう、ね、花粉とかフィルター、花粉とは関けない、ごめんなさいなんかその、エアのフィルターみたいな機能もあるんだけど、その脳の使い方が変わってくるっていうことも証明されてるし、ね、あと、顎のか顔、顔つきも変わってくるんですよ。 マウスブリーダー、鼻呼吸をしていると、あの本当に顎がうっ伸びてきて、顔好きが悪くなる。でも、本当に子供、結構、スタンバードの研究とかだって、本とかもあるわけなんですよ。エピデミックっていう本があるんですけれども、あの、<laughs> I d i g r すごい顔が変わる、ね。双子をちょっと写真後でこれに入れたいとビデオで、ね、入れるんだけど、 これに出てくるかもしれないんだけど、もう双子があって、鼻呼吸している子供と口呼吸している子供で、ね、も顔が全然変わったりして、うん。で、鼻呼吸をやると、その、なんか、歯の位置も変わってくるんですよね。歯,歯の整えも良くなるし、顎もかっこいい、綺麗な顎ラインになるっていうデータもあります。Alright.、うんうん、で、筋トレも忘れないでいただければと思います。だから筋トレもあのやって、これもやって、まあ、本当に体についてはね、あの、まだまだ、あの、 あるんだけど、ちょっとこれは ADHD のビデオなので、大切なところだけをちょっと触ってるっていう感じです。はい、right。それではその午後のドーパミンの,あのリカバリーを高めるために、このアフタヌーンレス、午後に昼時間に休めとですね、この午後のドーパミンのピークラインが少し高まるっていう、あのガソリンスタンドに入れられるっていう事実があるんですよね。 であのもし昼寝をする場合だったら、50分以上は昼寝しないほうがいいっていうことがあの分かっております。50分以上昼寝してしまうと、今度夜の,あの睡眠が難しくなったりとか、夜寝るのが難しくなるっていうところにつながりますであの基本的には10分から50分がベストだって言われております。で昼この休みはです、ね、瞑想とか昼寝もできるんですよね。でこれをやっていくと、あのフォーカスゾーン、ここの午後の。 午後もまた90分スーパーフォーカスできるっていうところにアクセスできる可能性が高まるからこれを長期的にやっていくとやっぱりこれをやっていない人より行動する,やるあの行動しているあの時間が高まりますので本当にこれ3年後5年後10年後20年後30年後とかには結構違うようなあのところに届くんじゃないかなって思います。 休み方なんですけれども、基本的に、えっ、ー、と、まあ、3種類あるんですよね。一つは昼寝です。昼寝はすごいいいです。でも50分マックスみたいな感じで,で。ちょっと仕事で昼寝できないよっていう方は、えっ、ー、と、この、非睡眠休憩、休憩、あの、昼寝しないんだけど休むっていうやり方があるんですよね。で、それを、えっ、ー、と、ちょっとこの、新しく開発された、ノースリープディープレストっていうことと、あの、フォーカスワークについて説明していきたいなと思っております。ごめんね。 Right. ちょっとやること、カバーすることいっぱいあるんですけれども、ちょっとこれ面白いんでね、えーと、この NSDR っていうのが、えーと、非睡眠休憩っていうのであのすごいお勧すすめされているやり方なんですけれども、これをですね、ちょっとやりたい方はですね、NSDR、ノンスリープディープレストっていうのを英語で調べる、または日本語でヨガニードラっていうのを調べていただければと思います。ね、これはで そのなんか、あのすごいあの、マインドフルそうみたいな感じなんだけど、それよりもっと効果を出してくれる昼の休み方なんですよね。で、何をやるのかっていうと、ヨガニードラみたいな、その瞑想テクニックみたいなのを使って、自分の体をリカバリーゾーン、 リリカバリーモード2のスイッチをオンにするんですよね。だから興奮状態を止めて、休む状態を高めるっていうのを、あのこの瞑想を通してやっていくんですよ。だから、OK、今座って、じゃあ寝てくださいって言って、OK、足指を感じて、OK、じゃあ肩を感じてで、肩に乗ってるシャツを感じてみたいなことをで自分の脳がどこにフォーカスしているのかっていうと、体とか体の中にフォーカス。インターの にフォーカスをしていて、それを通してこの、このリカバリーモードのスイッチをオンにすることができるっていう方法がございます。<All right. S 1> で、これがうまくなるとですねあの、この非睡眠休憩っていうのをうまくなると、今度あの、寝るスキル。 寝るのもうまくなります。もっと早く寝れるようになる、ね、もっとそのうるさい場所で寝れるようになるとか、そこにもつながっていますので、あの本当にあのやっぱりその自分の体の,あのリラックススイッチオンっていう、そのスキルが高まる。ね、やっぱり自分でその今興奮オン、今オフみたいなのは、やっぱり基本的にあの自分で持ってるとすごいあのパワーに、すご it's very beneficial、本当にいいことだと思うんですよね。All right. で、もう一つが、このフォーカスとブレスワークなんですよね。で、これは別に昼休みにやらなくてもいいんですけれども、この瞑想とかブレスワークを通して自分の集中力を高めるっていうこともあります。で、これについてちょっと説明できればなと思っております。ね。ちょっと最後の、あの、前の、あの、ピラミッドを思い出して、っていうか、ここで出しますね。ごめんなさい。<laughs> はい。だから、ここの、えっ、ー、と、ピラミッドですよね。まあ、OK。 睡眠とあの太陽光って、で、サプリもカバーして、で、アルコホールもカバーして、で、150分の運動をカバーして、昼寝の大切さ、昼のリカバリーっていうのをカバーしました。<laughs> で、残りが、このフォーカスワーク、瞑想とか、ね、あとブレスワーク。 でもう一つが、この、冷水トレーニングなんですよね。なので、残りはちょっとこの、あの、フォーカス、瞑想、ブレスワークについて説明できればなって思っております。<laughs> ですねえー、とこれ、ちょっと面白いあのレポートがヒューバーマン博士が2013年の1月17日に出したあのセルレポーツメダスンでリリースされたあのこのブレスワークの研究なんですけれどもあのこの5分のこれから説明する3種類のブレスワークね何でもいいんだけどこの3つの中でこれを1日5分やるだけであの自分の気分が良くなる。 そして自分があのパニックになる、わくわく緊張して、うわー生理的に興奮する、そのうわーやばいことが起こるっていう、その恐怖の波の高さをあの下げて、その、 恐怖をを感じてていいるる時間を短くするっていうことがあの明らかになったんですよねこれ結構2023年だから新しいレポートなんですけれども本当にあの不,不安とかストレスをもっと良くしてくれたり自分のムードも高めてくれるっていうことが明確になっております。で実はですねこの瞑想の初心者の方には5分の瞑想を30日続けるよりは5分のブレスワークを毎日続けた方が効果が高かったっていうのも明確になりました。 ね、おそらくこれは瞑想のアドバンスの方は5分の瞑想は短すぎるとか知ってるし、あのアドバンスの方はちょっと瞑想の方があがいいかもしれないんですけれども、瞑想の,の初心者とか瞑想やってない方は、ブレスワークがすごいお勧めできます、特に a d h の方は。ね、で、えーと、このね、うち重要プロセスっていうのは、その ADG とものすごい大切な。 そうだと思うんですよねその自分の状態が意識できるようになり、行動、発言、ムードのセルフコントロールが高まる、ね。だから特に ADG の方は、ね、その車のアイドリングモードと、ね、車の運転モード、ね、とか、ねベース、ベースとドラムみたいなの、その話がありましたよね。ねこの今、このゲームっていうワールドにフォーカスしていて、宿題っていうワールドを見ていない。Right? ね、だから一つのやりたいこと、好きなことがフォーカスできるんだけど、やりたくないことが入ってこないっていう感じですよね。これの、この力、このスキルですよね。あ、ここにもワールドがいて、ここも大切なんだなって言って、それを意識できるっていうか、それをもっと見えるようになるっていう力を高めてくれるっていうのが、この研究なんですよね。なので、その自分の行動とか、今、あ今この行動しない方がいいよねとか、もっとその全体的な写真、全体的なピクチャー、 全体の絵を見れるようになる。今だけじゃなくて、ね、全体的に見える。発言も、ちょっと発言のコントロールとか、ね、さらに自分のムードも、あ、自分、今、ムード落ちてるから高めようとか、そういうのに気づけるようになるんですよね。だから ADHD じゃない,ない人もすごいベレベルとかって、特に ADHD の人にはすごいおすすめです。これ。いやだから、これを通して、今、ストレスを感じているから、ネガティブなストレスをポジティブに変えようとか。 そういう行動にも、ね、諦めようじゃなくて、オッケーじゃあどうやったらこのストレスを乗り越えるんだとか、そういうところにもつながるんですよね。で、ストレスを調整できるようになるよっていう、調節できるようになるっていうことです。で、えー、とブレスワークにはですね、3種類の王道のブレスワークがあるんですよね。あごめん、これ英語にしたほうがよかった。1つが、さくりくため息って言って、ため息的な呼吸。 ね、でどういうことなのかっていうと、これはあのなんか人が泣いてるとき、これ、1940年代にあの、ね、あの開発されたっていうか、人,あの人があの気づいたっていうか、ね、そのときからレコードがあるんですけど、泣くちょっと泣くときってこうなりますよね。<laughs> <laughs> <laughs> って、ね、実はこれは動物に、すべての動物がやってることで、僕の犬とかも、なんか平ねりする前に。 眠っちゃんとか、<laughs> 僕の犬もやってるんですけれども、ね、これは、えー、とこ,のこ,れをこのプロセスを通して自分をあの落ち込ませることができるんですよ。ムードをあの興奮状態を下げることが一番早く人間が興奮状態を下げたいんだったらこれだっていうことが明確になりました。この生き方が。これはちなみに英語で c y c l i c side って言ってあまり聞かれてないんですけれども、日本語にすると サイクリックため息。だからため息ブレスって呼ぶのがいいと思います。うん、で、次の,あの王道ブレスワークがボックスブレスっていうことで、ボックスブレスっていうのはちょっと箱のイメージをここにあの想像していただいて、例えば4秒吸って、4秒ホール。4秒吐いて、4秒ホール。4秒吸ってって、これ箱ですよね。4、4、4、4。 5秒でもいいし、7秒でもいいし、10、10、10でもいいんですけれども、ポイントは同じ秒数を吸って、キープ、吐いて、キープっていうのを続けるっていうことです。これもあの王道のブレスワークでも,ものすごい効果があります。で、えーと、シクリック過呼吸っていうのは、これはよくあのウィンハンーフメソッドって聞いたことがあると思うんですけれども、これ、英語にすると、シクリックハイプルベントレーションって言って、えーと、これは実は、あの興奮自分の興奮、興奮したいときにやる。 これで、ちょっと、何をやるかっていうと、こうやるんですよね。これ。激しく吸って、激しく吐いてって、これを30回繰り返します。で、30回やった後に、やった後に全部吐いて、はーって吐いて、肺をなくします。空気が入っていないように。で、これを25秒から30秒キープして、で、3回のセットをやるっていうことなんですよね。 これが3種類の、この実験でやっていたあの3種類の王道のブレスワークなんですけれども、この中で一番やり、一番効果が高かったのが、ため息呼吸です。ふぅ。寝てるときにやる。あ、やり方説明したかったね。ごめんなさい。やり方はこうやって1回吸って、 でもう一回シュッってするんですよね。一回か二回か。で、肺を満タンにしてで、長ーく息を吐きます。で、こうやって吸って、<laughs> 別に声出フッ、フッ、フね。なので、これを5分繰り返す。または、ボックス呼吸法を5分やる。または、このセクレック、ハイプルベンティレーション。 これは三セットやるっていうのがすごいメリットがあって一番効果があったのがため息呼吸一番やり続けやすかったのがボックス呼吸法でしたねちょっとねブレスワークの仕組みを勉強してみましょうこれすごい面白いんだよねあのでブレスワークこんなに効くのかっていうと実は it's connected to your Heart rate variability なんですよね。で、何が起こるのかっていうと、空気を吸うと、振動バ your diagram が下に行くんだよね。すると、心臓にかかるプレッシャーが減りますよね。ね、すると何が起こりますこのパイプが大きくなると、ね、この血液の流れがゆっくりになってしまうんですよ。すると脳が、やばいやばい、血液がゆっくりだからもっと早くしてって言って、 脳が心拍を速くしてっていう命令を下ろすんですよね。で、逆に息を吸うときにはどうなりますダイアグラムが上がって心臓にプレッシャーがかかりますよね。だからガーデンホーズに指をつけてピューってやるとピューってもっと早く水が出るよね。血液も早く出ちゃう。すると心臓がちょっとゆっくりしてって、速すぎるよって言って心拍を遅くする命令が出てくるんですよね。 So, this is through the vagus nerve pathways. 瞑想神経経路っていう関係がこれをコントロールしているんですよね。なので、この3種類のブレスワークね、1日5分でもいいからやっていくっていうのが、ものすごい、あの、えっ、ー、と、この a d h c の改善のツールの一つになっていきます。うん。OK。なのでですね、ちょっとね、 ADHD の,あの子供に聞くフォーカスワークもありますので、それをちょっと紹介できればなって思っております。All right. で、今、あのブレスワークが終わって、フォーカスワークなんです。これはちょっとブレスワークと関係ないんだけど、これは面白いデータがあって、あのー、これ、特にほ本当にキンダーガーデンとか、ね、その小学1年生から3年生のとかの場合は、まあ、中学生まで行くかもしれないんだけど、ちょっと最初子供を20分ぐらい外で遊ばして、で、クラスルームに ね、戻ってきて、まず最初、この指先、ね、指先とか手のひらの一部でもいいんだけど、ね、それを30秒だけ見るんですよ。でそれが終わったら、ちょっとその部屋のちょっと遠いところ、どこでもいいから、ね、1メートル以上のところとかを、まあ、3メートル以上のところな、うん、ちょっと部屋の遠いところを30秒見るわけなんですよね。ねこれをやったら、ADHD の子どもたちのフォーカスが高まった。 っていうデータがあります、うん、でもう一つ、この AD ADHD の場合であの、子供がフィジェリングフィジ、フィジティングっていうのかな、体がなんかいつも動いてるみたいな、ね、こういう、なん,かなんか体が動いちゃうっていう、これもなんかすごい。 深いトピックで、あの、それはまだ、あの、難しいことなんですが研究とか読んでるの、まあ、うんっていう感じなんですけども、あ,あるわけなんですよね。なんか体が勝手に動かないといけないみたいなことなんですよ。ね。で、これ面白いんだよね。例えば、脳科学、あのヒューバーマン博士が、ね、あの脳を切らないといけないわけなんですよね。だから、その3時間脳を、本物の脳ですよ。失敗できないですよね。これはなんか、リアルに、なんか、すっごい薄く、なんか、1ミリ単位で切らないといけないわけなんですよね。 ね、これやってるときに、やっぱり指が動くわけなんですよ。でも膝を、ね、この膝をパン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 ってやるじゃないですか、足で。すると、指が震えなくなるんですよ。神経と動きって関連性があって、これがその ADHD の子供の場合だったら、ね、その自分の机にゴムバンドとかを貼ってる机があるんですって、海外のアメリカの場合に。 で、その ADHD 専用の机みたいな感じで、ね、だからレッスンを聞いてるときとか、ゴムバンドをパチンパチン、まあ音が出ないようなゴムワンドってね、パチンパチンってやってると、ね、先生が言ってることが聞けるようになると。ね、例えば僕もこういうの持ってるんですけども、コーチングやってるときとか、本当に相手の話を超集中して聞いてるときは、こうやってなんか僕、ガチャガチャやなってるんですよね。ね。 フィジットスピナーとかありますよね、そういうこと、だからそれを一緒に使うっていうことを勉強中に使うっていうことも、あの一つの,あのトリートメントっていうかね、あのになっております。Right. で、これは、えー、と全然データがない、だけど、すごいいいなって思うフォーカスワークで、これはヒューバーマン博士が個人的に毎日やっているワークで、これは結構面白いんだよね。 んで、何をやるのかっていうと、3回の呼吸を通して、まず、えっ、ー、と、手、さっきのこの指先みたいな、一つのところを、にフォーカスするんですよね。だからちょっとやっていきましょう。ね。だから、普通の呼吸を、ね、これから3回やります。指先を見て、呼吸を3回やるのね。<laughs> で,で、3回やって。で、今度、その3メーター先とかのところを、フォーカスしてで、そこにフォーカスを合わせて。で、できればその目を、 ワイドアングルにするんですよね。ちょっとその部屋全体を見ているんだけど、一つの場所にフォーカスしてるみたいな感じで。でそこで3回空気を吸っていただいて、で、今度窓の外、え、ね、こと、そこに駐車場があるんですけど、駐車場の外の一番遠いところを見て、3回呼吸をする。で,できれば、これはちょっとビルの上とか、ね、なんか田舎にいるとなんか山の景色みたいなのが見える。だけど、本当にその超遠いところを見て、 で、3回呼吸するんですよね。これを3セットやると。ね。で、約3分ぐらいはかかるんですけど、これを何をやっているのかっていうと、ね。フォーカスしているところが、ね。近いところ、小のところ、中のところ、大のところみたいな感じで、僕たちの脳がこの現実、この世界をどう見ているのか。 ね、インターナルプロセプションからエクスターナルプロセプションに変わるっていうか、ね、こうオッケー今集中しているっていう、ここにもフォーカスできるし、もっと遠いところ、中のレベル、駐車場とか、ね、その窓の外とか、それとかでっかい景色、この街を見るみたいな、ね、脳がどうこの現実を見ているのかっていうのをスイッチ、スイッチ、スイッチ、スイッチっていう、そのスキルを高めていくわけなんですよね。だから ADHD の方は、その超フォーカスモードに、 ね、集中していると、なんかアラームは鳴ってるわけなんですよね。そろそろミーティングがあるから今部屋出た方がいいよとか、ね、別の作業があるからやった方がいいよとか、ね、今ねゲームやってるんだけど夏休み終わるから宿題やった方がいいよとか、ね、アラームは鳴ってるんだけど、そこにフォーカスできないんだよね。で、このフォーカスワークを通して、その別の重要なところにも、あ、確かにこれも重要だよねって言って、今、フォーカスしている。 どう現実を見ているのかっていうのを、このマイクロモード、ズームモード、一つのところにピント合わせてフォーカスしてるっていうのを、あ大きいところも、全体的な景色を見よう。全体的なピクチャーを見ようっていう、このスキルが高まるっていうことにつながるワークだと思います。で、これはまだ研究がないんですけれども、it's pretty cool. 結構いいよね。Alright. 長い時間、ありがとうございました。これが、次が体の最後でね、終わりになりますので、 あーのー、ご苦労さまです。もうちょっとで、あーのー体のここをカバーしていきましょう。OK、right。で、皆さん、コールドエクスポージャートレーニングって聞いたことあると思うんですよね。で、あのー、冷水トレーニングです。冷水、あまあ、冷空気もできるんだけどね。あの冷 コールドを使った、あの、トレーニングメソッドなんですよね。でも、あの、あの、アイスマンって呼ばれているね、ウィム・ハフっていう方がですね、本当にそのなんか、ね、ギネスワールドレコードとか、結構ワイルドなことを、あの、その氷の中を潜ったりとか、ね、水の中を、ね、潜ったりとか、氷の中で、氷の中を潜るんじゃなくて、湖、<laughs> 湖に氷の穴を開けて、その下を潜ったりとか、あの、なんて言あと、その氷の中でなんか何時間、 リアルになんか箱の中で何十分も氷入れてもらってブブブっていう状態を何十分普通の人だったらできないえっていうのをやっている方がいてこれがなんかオランダの大学だったと思うんですよね。 オランダの大学は、これ本当なの嘘なのみたいな感じで、ちょっと研究を始めたわけなんですよ。この冷水トレーニングって本当に体にベレフェットがあるのかって。このおじさんなんか、すっげえなんかやばいこと言ってるよ。コールドトレーニングやると集中力が上がって、やる気が高まって、行動力も高まって、で、免疫力も高まるっていう、なんか危ない情報をめちゃくちゃ言ってて、これって止めた方がいいんじゃない ?OK。じゃあ研究で、この人は嘘だっていうのを証明しようみたいな感じでスタートしたかもしれないんだけど、まあね、<laughs> 面白いよ、ね。本当になん,かなんやねんみたいな感じで、で研究した ね、でこれ、そらく60人の研究だったと思うんだよね。で30人が瞑想のアドバンスの瞑想をでやっている方で、残りの半分がこの冷水トレーニングとブレスワーク、実はシークレック・イ、<laughs> って言って、30秒キープする、それを3回やるっていう、その後に冷水トレーニングをやっているっていう人たち、ね、こ,のこのおじさんのお弟子さんみたいなのを30人で実験したの、ね、で、どういう実験なのかっていうと、イコライ、生チキン。 についている病気だよね。ね。イコラアイっていうのを全員に注射したわけなんですよ。で、ね、病気になるわけなんですよ。イコラアイ言ったら。<laughs> だから、この30人、瞑想やっている30人全員は、ね、温度が出たり、風の、風をひくみたいな状態が出たり、病気になったりしたわけなんですよね。でも、面白かったのは、この冷水トレーニングをやっている残りの30人は、温度も高まらなかったんですよ。何の表情も出なかった。それが、 えみたいな状態になってで、そこから今でもまだまだ新しいデータが出てきて、研究が続いているということなんですよねで。その研究の次の研究みたいなのが、あのじゃあ、この冷水トレーニングに入っていって、週に13分の冷水トレーニングをやると、免疫力が高まるっていうのがデータになりました。ね、だからこれ、1回13分の冷水シャワーもできるし、ね、なんか3分の週4回やるとか、ね、4分もし。し そういう感じであのやるっていうのも分けることもできるんですよね。2分をいっぱいやるとか、そういうのも,でも、OK、1回でもやっても。でもこれはあの13分やるといいよっていうことがあの明確になりました。で、温度がだいたい35度から45フ、so, 日本語にすると日本、日本度 ?Celsius にすると1.7から7.3。日本度じゃない。Celsius よね。バカごめんなさい。<laughs> 1.7度から7.3度。この,この レベルで、週13分やると、すごいベネフィットがあるっていうのが明確になって。で、このコールドトレーニングをやると、ドーパミンのリリースがなんと250%高まるっていうことが明らかになったんですよ。わあ <laughs>、で、リアルに免疫力も本当に高まるで,で僕は、あの、結構人生本気になると、冷水はすごい、あの、おすすめできるで。別にやらなくてもいいんだけど、あの、やりたい人はこれすっごい、超いいよ。 マジ冷水は、うん、でこれはやりたくないことをやる力を育てるんですよね。ねで、どういうことなのかっていうと、ね、例えば僕、冬とかに、ね、朝起きて、外にあの僕の冷水風呂があるんですよ。で、そのなんか4センチの氷がついてるわけなんですよ。で本当にリアルに斧を持って氷を壊して、その中に入るわけなんですよ。Right? それやりたいかって言ったら僕正直やりたくないんですよ。すごい抵抗感を感じるんですよ。でもやらないといけないってなってやるんですよね。で、するとこのドーパミンとかアドレナリンがめちゃくちゃリリースされてでその,後、ね、このそのメタンフェタミンとかそういうコケインとか、ね、ドラッグっていうのは一回ドーパミン ピークになってすぐ落ちるんですよね。でも冷水風呂とか冷水、冷空気もそうなんで、ねうん、冷は冷,冷たい場合は冷水の場合は、ね、ピークにブワーって上がって一日中キープされるみたいなす。すっごいゆっくり落ちてくるんですよ。ね、やばいよ、これは、ね。やりたくないことが 簡単にできる日もあるんですよ。全部じゃないんだけど、本当に8割の場合は。よく考えると、なるほどっていう感じで、その、冷水風呂に入るのをすっごいやりたくないわけ。で、どのぐらいやりたくないかっていうと、仕事でやりたくないことをやるより、冷水風呂に入る方が <laughs> やりたくないわけ。で、これもう朝やってるわけでしょ。そしたら仕事でやりたくないことなんで、これ冷水風呂と比べると簡単だよ、みたいな感じで、実は、 やりたくないことをやるアプローチが、冷水風呂に入るアプローチと、やりたくない宿題をやるアプローチが同じなんです。で、これもドーパミンの回路のリンビック、古い脳に戦う逃げるか反応に違う、違う回路なんだけど、ね、あの、その、同じアプローチで、 冷水風呂に入るっていうそれができるようになるとやりたくない宿題をやるっていうのが同じ覚悟よっしゃみたいな感じでできるようになるので,でこの力もトレーニングス,スキルになってくるわけなんですよ、ねそう。やりたくないことをやる力を育てるっていうのにつながってで何が脳科学脳の中で起こっているのかっていうと3回のアドレナリンのヒットスパイクが来てるんですよね。 一つが、やっべえ、入りたくねえって言って、なんかこれ、なんか冷たいプールに入る前に、なんか夏で暑いのに、うーってなりますよね、嫌だって <laughs>、ね。暑いのに冷たいプールに入りたくないみたいな感じ。同じ感じで、やりたくないみたいな、でもやらないといけないっていう感じで、アドライニングがリリースされて。で、入った瞬間に、うわー、冷たいって言って、またリリースされるんですよね。 でもう耐えられないんだけど、もうちょっとあと残り20秒みたいなのやってると、もう無理って感じる時にまたリリースされるんですよね。実は3回のヒットがあの出てるっていうのが明確になりました。All right、なので、どうですかぜひね、僕、あの今ねあの、ちょうどこのドッ ビデオをリリースしているときはあの夏なのでね、あの夏はものすっごい冷水風呂とか冷水シャワーがやりやすい時期なので、ぜひトライしてもらいたいなって思います。で、夏だったらね、あーのーすごい簡単なんだけど、ちょっと冬の場合は結構難しいと思うんですよ。なので、ね、ちょっとね、これから実際にどうやって冷水風呂をやっていくのかっていうのを簡単に説明できればなって思っております。All right. so ね さっきね、そのね、1.7度からね、この何度までではないといけないよって言ってたんですけれども、最初の場合は、ね、正しい温度っていうのは、その人のコンディションによって変わるんですよね。ねだから僕がね、なんか感じる、ね、温度、僕が、 あ、これがいいねって感じる温度は、あなたにとっては冷たすぎるかもしれない。またはあなたが冷水トレーニングめっちゃやってるんだったら、僕だったら、いや、それ無理無理無理って感じるかもしれないんですよね。だからその人のコンディション、その人がどのぐらい冷たい空気とか水に慣れているのかによって、あの、抵抗感の温度が変わってくるんですよね。ね。でも、実はこれが、あのー、 あこれはね、日本の実験だったんだよね。普通の、なんか冷たくないんだけど、とりあえず、ちょっと冷えてるプールに1時間入って、毎日みたいな、これを3週間やったら免疫,力が免疫力が高まったっていうデータがね、ウィンホームメソッドの本に紹介されてたと思うんだよね。だから、その、なんか別にその、その、耐えられる水、かその温度を気にするんじゃなくてこれ、これだったらできるっていうところを狙う方がいいと思います。この温度だったら耐えれることができるって。 で僕のおすすめのやり方は、結構、ウィンホームメソッドとかね、あの冷静シャワーのやり方とかを見ると、ね、1分やらないといけない、2分やらないといけないっていう感じの方が多いんですけども、やっぱりこれ長期的に人生の中で取り組んでいきたいんだったら、一番そのハードルを下げるっていうのはすごい大切になってくると思うんですよね。なので、僕の場合は、20秒を目指しています。 ね、これが結構お勧めできる数だと思います。20秒だったらできるしょみたいな感じで、2分だったら、冬の中に2分って結構ハードルが高いんですよね。でも2分だ、20秒だったらみたいな感じで OK。で、それが、 やると、20秒が、あ、30秒できた、みたいな感じで、20秒だけを目指していたんだけど、なんか2分できちゃった、みたいな感じで、超ボーナス、みたいな感じなんだよね。1分50秒できた。でもこれ2分、2分やるぞ、みたいな感じで、1分50秒しかできなかったってなると、あ僕ツだったって感じるから、20秒を目指すっていうのはいいと思う。で、あの、朝が楽です。ね、午後も楽。まあ、午前中が楽。と思うんだよね。まあ、その、日光が強い午後もいいかもしれない。でも、夜はきついです。正直言って。 夜はきついです。でい、一番起きた後も結構きついかもしれない。感じるかもしれない。でも間違いなく夜の方がきつい。だからこれ趣味な人はぜひ試していただければと思います。夜の冷水サワーとお昼の冷水サワーって結構違うんだよね。同じ温度でも。で、 あの、毎日やらない方がいいと思います。本当に先生によっては毎日やりなさいっていう人もいるんですけども、毎日やりなさいっていう感じで僕もレッスンを受けたら、何が起こったのかっていうと、30日毎日できたんだけど、30日後からまた1週間に1回とか2週間に1回になって、この2週間に1回になると、全然その、やっとその、 冷水に耐える能力が、スつけが身についたのに、それはなくなっちゃうみたいな感じで、またゼロからスタートしないみたいな感じになっちゃったんだよね。なので、僕は、あの、週2、3回とか、ね、3、4回、別に毎日やらない方が、あの、特に冬の場合は毎日やらない方がいいんじゃないかなって、僕は思うんですけれども、ちょっとそれについてはね、あの、また別のビデオ、やり方のビデオを作ってもいいかも。 ないで、ちょっとそのシャワーか風呂かっていうことで、僕のおすすめは、僕が楽に感じるのはお風呂です。僕はシャワーすっごい嫌な感じします。なぜかっていうと、冷水風呂の場合だったら、ね、例えば夏の場合だったら夜水入れといてね、ね朝起きたらその水につかむ、入るっていうのが結構楽にできるじゃないですか。ね、冬もそうなんだけどね、ねで風呂の場合は一回入ると、なんか、 一回で終わるんだよね。怖い、痛いのが。<laughs> でも、シャワーの場合は、特に、なんか僕の家、お家のシャワー、上から出るやつなんだよね。で、で、動かせないのよ。で、だから上から出てて、なんか、あの、いっぱい、なんか、ちしびったり、ち、ち、ちりみたいなのが、いっぱい当たるので、痛い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 ,痛い,痛いみたいな感じ本当は足から入りたいんだけど、みたいな感じ体に当たっちゃうから、それは僕は、あの、シャワーが苦手なんだけど、あの、ベストなのは、シャワーでやりたいんだったら、手で持って、日本の、 日本によくある、そのシャワーを手で持ってポーズがついてるみたいな感じで、で、基本的には、ね、下から上、下半身から上半身、そして外から中なんですよね。外側から中に行くっていうことなんですよ。ね。なので、簡単な例にすると、例えばシャワーで、その足の外側、ね、素手の外側を、ね、左右やると。 ね、で、ちょっとその足、ね、すねの内側もやって、うーってなって、で、今度、ももの外側をちょっとやって、ねで、ちょっとこっちの外側をやって、で、ちょっと勇気を持って、なんか、お尻の、ちょっとこっち、このここ、この後ろのバック。で、ちょっと勇気を持って、ふって、こうね、この足のももの内側とか、膝の内側とかやって、で、またちょっと、ここ、ここら辺の高さの外をやって、ね、 でちょっと勇気持って、うーってお腹のところでやって、で、徐々に徐々に外側、外側、そこから中っていう感じなんですよね。で、別に髪の毛は濡らさなくても全然効果はあります。首、このデータは首までの、あのー、冷水のトレーニングです。でもちろんね、これ、あの外、朝あ、冬の時に、外、なんかね、あのー、半袖とか、ね、半ズボンのみで、冬の中を走るっていうのも、 あの、全然できます。それも結構効果があります。うん。だから冷水は、そういう感じでね、アクセスできると思います。うん。OK。で、あとね、これ不思議なことなんだけど、一回、あの、冷水風呂に入ると、15秒から20秒経つと、自分に実は、あの、シールドのレアみたいなのが、温かいレアができるんですよね。だから最初寒いってなって、ちょっと、徐々暖かくなるんですよ。で、上級者はこれ知ってると思うんだけど、本当はなんかね、 水だからなんかそのなんかなんかのなんかを自分のレース袋にいて水が流れるようにしたりとか自分の手を使って水が動いている状態をキープしないといけないんだけどそれはちょっと上級かもしれないね。で終わったあとなんだけどできれば10分間は 自然な形で体を温めてください。もちろん洋服着るのは OK なんだけど、ね、その、例えばその冷水シャワーとか冷水風呂入って、OK、すぐ暖炉の前で温まるとか、ね、すぐなんかホットコーヒーを飲んで体を下から温めるっていうんじゃなくて、10分間はできれば自然の 体が自然に体を温めるっていう形で温めてはでてください。で、この時にそのスクワットをやったりとか、ね、腕立てやったりとか、ちょっと下ジャンピングジャックスとかジョギングしたりとかして体を温めるっていうのもあるんだけど、できれば10分間は全然洋服着て部屋の中にでいいよ。うん、でもその、あなんかブランケットとかで温めるっていうのはちょっと10分経った後の方がいいってあいう。それがで、そのデータで作ったんだよね。これ、この情報。うん。All r i g h t っていうことなので、 このね、ADHD。ね、We got ADHD。Okay. なぜ ADHD なのはい。ドーパミンがね、高、ドーパミンを高めると、この今ベース弾いて、今ドラムやってって、ね、今ビデオゲームも大切だけど宿題も大切だよって、だから宿題やってっていう、その指揮者、指導する力が、自分の行動の管理できるっていう力が明らかに高まれている。 ね。それで、じゃあどうやってドーパミンを高めるのか。お薬を通して、そして自然の力を通してっていうことで、このお薬も終わったし、自然の力を通してっていうやり方もフィリッシュできました。イエーイウーアーじゃあ終わりって言ったら終わりではないですよね。なぜかっていうと、僕たちはこの行動、プラニング、行動を管理して、 ね、環境を変えるとか、ね、そのゲームがいる場、ゲーム、テレビと PS5 の目の前で宿題をやるんじゃなくて、図書館で宿題やった方がいいよ、みたいな。環境を変えるとか、プラニングやるとか、今日何やるんだっけって言うんじゃなくて、もう今日はこれやればいいっていうのがもう決まっている。仕事来たらもう、もう昨日から決めていたから、ね、もうそのプランがあるから。 ね、寝てる時も考えてて、朝起きたらこれやるんだっていうのを知ってても、仕事にやったらよっしゃーみたいな感じでかかっていくことができる、ね。この90分のサイクルがあるわけなんですよね。ドーパミンが高い時期。オッケーそれ、これはこうやるんだって、ね。これをやるんだ。プランを作るとか。他の人を通して、えーね、お父さんこれやるよとか、自分のね、なんかライフコーチとか、ね、自分のなんかアカウンタビリティパートナーに、僕これやるから、ね、ちゃんとこの時間になったら電話して、俺これやってるかって確認してくれないそれをやるだけで、実際に行動を。 を取る確率が高まったりするわけなんですよね。なので、ちょっとほんのちょっと、これも本当になんかね、本当にセミナーとか本、本とかね、あの、そういうところで学ぶことができるんですけれども、ちょっと ADHD でもうこれはマストだよ、みたいな、あの、ちょっとマストポイントだけを、ここでちょっと紹介できればなって思っております。なので、自分がアダルト ADHD とかだったらすごい役に立つと思う。ね。かこの最初がこの体のピラミッドのベースラインみたいな体なんで、ね。 このマインドの部分、どんないいプランを作っても、睡眠取れてない、どんないいプランがあっても、二日用であったらプランを実行することができないんで、ね、この体のベースラインを高めて、プラス行動をやると、すごいことが、あの、につながる、あの行動力が高まる、入り口の表情が改善されるっていうことが間違いない、実験実感することが、あの、できる人が多いと思います。Alright. So, let's get this. プラニングを通しての行動管理っていうのをやっていきましょう。 Right. まず、絶対 ADHD にはマストだよって思えることは、デイリープランなんですよね。で、デイリープランで、僕があ、あの、いろんなデイリープランのやり方ってあるわけなんですよ。もう本当に、あの、ねで、これから僕が説明するデイリープランは、すっごいシンプルで、誰でもできて、で、ADHD の方にはすごい向いているようなデイリープランでもう、1日2分でできるやり方なんですよね。だから、今日からすぐできるようになります。 で、何をするのかっていうと、ね、明日のやることをのトップ3だけでいいから、紙に書いていただきたいんですよ。で、そのトップ3、ね、だからいっぱいやることはあるかもしれないんだけど、7個書いてもいいんだけど、もうトップ3だけを明確にしていただきたいんですよ。明日のトップ3はこれだよねって。ね。で、今度、次の日の朝の時間を60分のブロックで、 を3つ作っていただいて、1つのブロックに1つのタスクをやるっていう考え方なんですよね。ちょっとこれに説明していきます。Right、なので、その日が終わる前に、次の日のトップ3だけを決めていただきたいんですよ。これ2分で終わりますよね。5分もかからないと思うんですよ。ね、だから、今日仕事が終わる 前に職場でやってもいいよね。明日のトップ3とか。で、まあ、じゃ職場でやるの忘れられちゃったら寝る前に、あの、あの、夕ご飯やるって、寝る前にやるとか、それでもいいんだけど、とりあえず、OK、明日のトップ3やらないといけないこと。で、10個出てきたら、トップ3だけを選んでください。OK。で、その残りの7個やってもいいのもちろんやってもいいです。ね。でも、ポイントは、トップ3をまずは明確にしましょうっていうことなんですね。で、 それが、えー、とできたらですね、この朝の時間を3つのブロックに分けていただきたいんですよ、1時間。で、トップ3を午前中、それだけやっていただきたいんですよで。どういうことなのかっていうと、例えば、ね、9時から10時をブロック A にして、10時から11時をブロック B にします。そして、11時から12時をブロック C にするんですよねで。別に時間は自由に決めてもいいよ。だから8時から9時。 ししてもいいし10時から11時、ね、っていう感じでもいいんだけど、とりあえず朝60分のブロックが3つあるようにスケジュールを設定します。ででこれあの、作業50分で休憩10分っていうのもいいし、その中にはうまくなってきたらこの60分じゃなくて90分のブロックを3つするっていうのもできると思うんですよね。で中にはちょっと60分の集中ができないから30分のブロックっていうのもありです。 でケースバイケースでその日に変えてもいいんだけど、基本は60分のブロックを3つ作ってください。で、でこのトップ1を、それからちょっと待ってね、このトップ1を、すみません、ね、トップ1のタスクを A ブロックに行います。トップ2を B ブロックに行います。 トップ3を C ブロックに行うっていうことなんですよね。これをやっていくっていう感じになります。Okay? So, でなぜかっていうと、やっぱり作業は午前中だけにするみたいな、このトップ3の作業は午前中だけにするっていうのを、ちょっと生き方として取り組んでいただきたいんですよね。ね <laughs> やっぱりその午前中の方が集中力が高いし、や,やきも高いで、午後に働くなっていってるわけじゃないんですよね。そのトップ 1, 2, 3には 一番ドーパミンの集中力が高い時間にやれっていうことなんですよ。だからその集中力が必要な作業、やりたくない抵抗感を感じる作業、ね、興味を感じない作業、でもものすごく大切っていうのを午後にやるとどうしてもパフォーマンスが低くなってしまいますよね。だから午前中の時間にやるっていうことなんですよ。さらに午前中にやることでこの追求モード、あえてプレッシャーをかける。 本当の甲子園を勝つみたいな、かかっていかないといけない、ね。待ってはいけない。やらないといけない。かかっていくぞっていうビーストモードみたいな。そのアクセスも午前中の方が楽なんですよね。やる気にはリミットがある。なので、やりたくないことを午前中の時にやろうっていうことなんですよねで。夜に、ね、夜なんか、あのーね、起業するためになんか、 副業をスタートするために夜の勉強をやるぞみたいな感じで3日坊主になった人もいると思うんですよね。またはジムに仕事の後にジムに行こうっていうことなんだけど行けないとかね、なかなかジムを定期的につなげることができない。午前中にや,やってみるともっと楽に副業の勉強とかジムに行く運動とかも午前中の方が楽にできるようになります抵抗感とかっていうことでこのね 普通のやり方は、デイリープランっていうのは、全部やらないといけないことを考えて、トップ10みたいなのをやって、全部やらないといけないみたいな感じなんだけど、これはもう、実は、もう、進んでいても、全部できていないと、罰につながるんだよ。あんまり良くない考え方なんですよ。特に、この科学的に証明されている、あの、キャロル・ドゥウェッグ博士の成長型マインドとか、そういう、そういう、その、丸罰感覚をはじめ、外して、 成長型前に人生を変えていくっていう風になると、この完璧にやらなくても進んで挑戦した自分がうまいよねって自分を褒めれるようになるんですよね。ですると、挑戦するっていうのが楽になる。挑戦するっていうのが好きになる。すると行動を取る確率が高まって、で、行動を取っている、ね、数が多いから、 自然に成功の数も高まっていくっていうことなんですよね。<All right. S 1> なので、このちょっとユニークなあのデイリープランのやり方は、あのよく考えると、トップ3できなくて、今日トップ2しかできなかったって考えると、でも毎日人生で、その日のトップ2だけやってる人って結構人生進みますよね。そうですよね。 で普通の方ってトップ3も考えた考え、毎日トップ3考えてる毎週トップ3考えてる毎月トップ3考えてる考えてないと思うんですよね。これを毎日やってて、よく考えると、毎日トップ1だけでは進んでるよっていう人も結構進むんですよ、人生は。ね。だからこのパワーを長期的に1ミリでもいいから、長期的にその大切なことを毎日やっているっていうことを、なんか自分の人生に組み合わせるようになる。 これができるようになると、その脳の端みたいなのもできるし、そのお薬とかだけに頼らなくても、その、オッケーこれをやりたいかもしれない、このゲームやりたいかもしれないのでゲームは午後にしようとか。ね、そのす、もう僕の人生の習慣として、毎日集中力が高いときに、 ものすごい人生に大切なタスクをやっている。キャリアの成功とか、お金の収入とか、自分の健康とか、人生で大切なことを毎日取り組んでるっていう、そのなんか生き方にスベッチするようなデイリープランのやり方なんですよね。だからもちろんデイリープランっていうのはやり方いっぱいあるんだけど、これは結構簡単ですごい効果が出ると思う。本当になんか、あの、1ミリでもいいから人生が進んでいくみたいな成長型にもマインドにもつながる、すごいいいやり方のデイリープランだと思います。もちろん他にもいっぱいあるんだけど、もしやってない 方がいたらぜひ、これを試していただいて、ぜひ30日試していただくと、結構、うわっ !30 日、10時寝て、朝起きて太陽の光を見て、運動をやるっていう、プラスデイリープランをやると、結構効果を感じる方がいると思います。ADHD の場合でも,でもなくても。 でもう一つが、このウィークリープランなんですよね。で、これも結構長い、あのね、レクチャーとか、ウィークエンド、週末のウェビナーとか、週末のセミナーとか、受けることができるので、ね、本もあるし、だからちょっと簡単に説明するんだけど、ポイントはこれやってくださいということなんでね、すごい大切なんですよ、ウィークリープランは。で、どういうことなのかっていうと、普通のウィークリープランは、よくあるのは、その週達成できたことを振り返って、ね、うまくできたことを考えるわけなんですよね。ネガタブじゃなくて、ポジティブからスタートして、なんでうまくできたんだろう。 あ、睡眠取れてたからえ、この人断ったから運動したからえ、このやり方やったからえ、午前中の時間の使い方あ、集中している時に邪魔されない環境でやってたからとか、ね。それにさらにもっとうまくいく改善の方につながったりして、で、今度失敗なんで失敗したのね。なんで私は罰なのじゃなくて、なぜうまくいかなかったのうまくいっている人はどう変えたのあ、こういうふうにこれやった方がよかったよねみたいなことで、ね。 理由を考えていくと、その改善にもつなげるんですよ。次の週改善することができる。だから、週1ミリでもいいから改善していくっていうライフスタイル。で、来週のトップ3を考えて、それをスケジュールに入れて、で、来週それをやるっていう感じ。本当にそのもう来週のトップ3を考えているから、その人生のでっかいゴールにつながる。ビジョンがあって、ゴールがあって、プランがあって、ウィークリープランがあって、デイリープランがあるみたいな感じですよね。その方向性がビジョンが求めるゴールに。 ね、合ってるっていうこと。で、それを毎日やってるわけなんですよ。ウィークリープランで毎週やってて、毎週のトップ3が明確になってて、毎日もそれに向かって続けるっていうこと。はい。そいつ結構現実的に自分の夢に向かうための作業のマネージメントスタイルになると思うんですよね。はい。だからこのデイリープランとウィークリープラン、やり方はいっぱいあると思うんでね。やり方は何でもいい。これはい、これでもいいし、別のやり方でもいいんだけど、や,やるのがものすごく ADHD には大切になります。 ね。で、ちょっとあの、ピーター・シャラドっていう方、彼は博士じゃないんですけれども、あの、研究者で、彼はその、あの、コーチング、ビジネスコーチ、ビジネスコーチで、コーチングの会社も運営していて、で、結構彼は、あの、本当に、あのね、あの、いろんなことを研究していて、ちょっとこの彼が、 この4つの柱がものすごく大切だよっていう行動についてのね、プランについての説明ができればなと思っております。まずは、この体っていうね、ピラミッドのベースですよね。これがあるから、ね、ファンデーションを作ることができる。この睡眠とってないとね、プランがあってもね、プランが動けないからね。体をやった後に、この4つの科学的に証明されている柱があるって、これが結構 ALH に重要だと思います。行動のマネージメントで。ね、それができね、その自分のやることを具体化にする。 そしてやったことを測る。さらに締め切りをつけて、で、自分だけでこれをマネージメントするんじゃなくて、他の人に入ってもらって、一緒にね、測っていく。一緒に進んでいく。だから今週これやるんだっていうのを誰かに言って、それが一週間終わったらこれできたんだけど、これできなかったんだよって言って、他の人の力を使うっていう、この四つを自分の人生の中で取り組んでいけると、もう、 あのもっと流される、人生に感情に流される、やりたいことに流されるっていうのが少なくなるんじゃないかなって思ったので、すごい重要だと思うので、これを説明していきます。Alright、so,。最初の柱がこの目的を具体化にするっていうことなんですよね。これ、これ最後に言っていた、その1年後のマストポイント、人生のマストポイント、自分のビジョン、生き方。 ね、何をやって生きていくのか何のために私はここにいるんだとか、ね、それを明確にして、それをキャリアにすることもできるし、別にキャリアにしたくてもいいんだけど、キャリアにしたい人は、ね、ビジョンプログラムとかを通して、ね、自分のやりたいこと本当にこれだっていうのを明確にして、そのゴールを作ることができる。すると、そのビジョンが明確になったら、プラン、ゴールを明確にして、ゴールのためのプランを作ることができるんですよね。 一年後のゴールのためにこのマストポイントがあって、じゃあ今期、この4ヶ月、1月から3月とか1月から4月の間では、今期の間ではこれにフォーカスしないといけないって言って、この数ヶ月のマストポイント、ゴール、明確になっていく。これを周囲のレベルに落とせますよね。もう明確になってるんだったら、論理的に考えてこれやってないといけないよねって。で、さらに今日に落とすことができるわけなんですよね。ね。だから今日のゴールが一年後のゴールにつながってるわけなんですよ。 これって何だと思いますこれってヒューバーマン博士のフォーカスワークに似てますよね指減ら3回呼吸、目の前にね、3メートル前3回呼吸、駐車場の外、15メートル、20メートル、30メートル先3回呼吸、で全体的な景色を3回呼吸、<Right? S 1> 全体形式が、ね、ビジョン、3年後のゴール、今月のゴール、今週のゴール、今とみたいな。 ね、そういうことですよね。科、ね、学的に証明されているベネフェットっていうのがあってで、大きな目標とミニな目標を頭の中でスイッチできるようになるっていうのはスキルなんですよ。で、これがうまくなっていくと、特に ADHD にはすごい重要だと思うのが、この時間管理とか、ね、アラーム鳴ってるわけなんですよね。ビデオでゲームじゃなくて宿題やったほうがいいよって言ってで、それに集中できない、ビデオゲームのワールドしか見ていないわけなんですよね。で、この、あ宿題のワールドもあるんだっていうのを気づけるように。 で、実際にやるっていうところに繋がるっていうデータがあるわけなんですで、モチベーションのレベルが高まるっていうのも、あの、自然に繋がってきます。で、これはその ADHD だけじゃない ADHD じゃない人のデータなんですよ。だからもちろん ADHD の方にもすごいベネフィットがあるっていうことでございます。ね。Yeah. So this is really important. You should know. 今日何やるこの1時間で何やる今週何やってる ?1 年後どこに行きたい 三年後どういう場所にいないといけない一年後嫌なところ。今やっている、あなたが毎日やっている行動を続けていたら、一年後どういう場所に行きます三年後どうなってる五年後、リアルにどうなってる今続いているどこに行きたいそのために何をしないといけないっていうような目標設定で、えー、と僕はもうあの結構科学的なデータに基づいている、 ゴール設定。ゴール設定もやるんだったら、おそらく上級編の有料レベルのね、ねあの、ゴール設定をやるのがいいと思います。あの、無料のゴール設定。あ僕のほ無料。<laughs> 無料。無料のもあるし、有料もあるよ。<laughs> あの、だから、その、あの、無料で始めることができるので、ぜひ、チェックアウトしていただければと思います。ゴール設定も科学なんですよね。あの、だから、その、なんか、とりあえず3年後のゴールだけを見つけようじゃなくて、あの、結構、ゴール設定が深い。 トトピットトピッッククに深いなんでですよ、ね right. で次の柱がですねトラッキングなんで、ね、測定する行動と結果を見ないといけないんですよ。だから毎日のプラン、毎週のプランをやって、今日できた、今日できなかった、今週達成できた、なんでできなかった、なんでできた、すると改善することができるようになって、この行動は避けたほうがいい、こういう環境は良くないっていうのが分かって、行動をもっと選べるようになって、目標達成する可能性高 確率が高ままってきますよ、ね、で、本当にこれでパフォーマンスとモチベーションが自然に高まるっていう、証明されているあの実験とかデータがございます。これね、前にの仕事が,が早くなるっていう、科学的に証明されている仕事が早くなるみたいなタイトルのビデオを作ったんですよね。で、いっぱいデータ、これについてデータを入れてたんですよ、研究の結果とか。で一応、その説明、YouTube の説明欄には5000文字入れることができるんですけども、5000文字だったら、うん もう全部のレポート入れてたらオーバーになっちゃったんで、ね、もう説明文書に入れないような、そのぐらいのデータ入れてたので、もし興味がある方は、そのビデオの中にいっぱい入,れ入ってます。このビデオにもできれば入れるんだけど、もしかしたら全部入らないかもしれない、ね。説明文書のところでデータ全部入れてると。Right、なので、3つ目、ね。1つ目がその、ね、その目標を明確にして、で目標、自分の行動を測って、で次が締め切りなんですよ。ね、夏休みあ、終わるってなったら人動く。 ここだ、ここなので、これが ADHD にものすごい関係があることで、で、面白いんですよ。普通の人だよ。ADHD じゃない人締め切りを追加するだけで、発生の効率が、ね、確率が2倍以上高まるっていうデータがあるわけなんですよ。h t、right? で、これは、その、好きなことで生きていているビジネスオーナーも同じなんだよね。 ね、よく、その好きなことで生きて、あのー、好きなことで生活している、ね、ビジネスマン、ビジネスブーマン、企業、者の方は、自由すぎるっていうか、その締め切りがないんだよね。やりたい時にやりたい場所で働きます、みたいな感じで、全然進まないわけなんですよね。<laughs> こういう時こそ、その、あえて自分にプレッシャーをかけて、あえて締め切りをつけると、もっと行動率が高まるよっていう、ね、ことにもつながるんですけれども、もう ADHD にはこれ、マスなんですよ。今何やってんの 締め切りつける、締め切りをつけるだけで行動力が高まるという、達成率が高まります。で、4つ目がですね、これを他の人とシェアするんですよね。だから、EDHD の方は、EDHD コーチになってくれるようなお友達、上司、両親がいる、パートナーがいると、絶対、あの、良くなると、本当に思います。これはもう証明されていることで、だから自分が今週やるよとか、このプロジェクトとか、このね、ゴールに対してこれをやっていくんだっていうのを、誰かに責任、 誰かに説明するんです,よですると、この科学的に証明されているベレンって、成功の確率が95%高まるっていうことなんですよ。ね、で、毎週誰かに報告するだけ。 チャックインするだけですよ。今週これできた、これできなかったって。それを誰かに言うだけで、達成確率が200%高まるっていう、高まったっていうデータ、実験もあるんですよね。ねだから本当にこの ADHE の中で、おそらく一番大切になるのが、ここだと思うんですよ。誰かに相談して、アカウンタビリティパートナーっていうのか。ね、ここがものすごい鍵になるんじゃないかなって、本当に僕はあの感じている。僕もその、 パートナーもいるし、ね、僕は2週間に1回話してるんですけど、次は僕のお父さんを通して話してるんですよね。あ、スクリーンが黒い。よくしないとね。<All> h t <right. S 1> っていうことなんですよ。Alright, さ、so、あ。 ね、お薬を通してドーパミンを高める、自然の力を通してドーパミンを高める、オッケーじゃあドーパミン、さらにオッケー、ドーパミン、体のドーパミンが高まったら、今度、自分の行動の方向性、ね、目標を明確にして、デイリープラン、ウィークリープランを通して何をやっているのか、何をやらないといけないのか、なぜうまくいったの、ね、測っていく、行動を測っていく。 ね、そして締め切りをつける、いつまでにっていう、すると自分がピンチモードとかやる気が高まるんですよね。さらに自分がやっていることを他の人を通して、これやるんだ、今週はこれやるんだ、今週これできなかったんだみたいなのを実際にやっていくと、ものすっごいいい効果を感じることができると思います。もももちろん ADHD の子供とかがいる場合もこれも、ね そ小学生の場合だったら全部やるの難しいかもしれないんだけど、やっぱり中学生とか高校生とか大学生になっていくと、全然こういうのはできていきます。で、またはあなたは ADHD のファ,シリテーターファシリテーターかもしれないよね、学校で。でもしかしたら、こういうあの情報がすごい役に立つかもしれないので、ぜひ自分の学校でこういうのを試していただくっていうのもありだと思います。ね、ADHD っていうのは、頭が悪いとか集中力できないっていうことじゃなくて、このドーパミンのレベル、ね、そのベースとドラムが一緒に動いちゃってるっていうか。 1その一つのワールドにはフォーカスできるんだけど、他のワールドが大切だっていうのわ分からない。で、他のワールドやりたくない。なぜかっていうと、こっちに超フォーカスして、こっちにフォーカスする力がもうなくなってるとか、いろんな、まだミステリーみたいなところもあるんだけど、ぼんやりとそういう,そう,いう感じだなっていうのが今、明確になって分かってるんですよね。で、本当にこういう治療を子供の時から続ける。大人になったらもう今すぐ できるだけ早めにこういう治療を受けて、脳の端を鍛えていって、こういうその、毎日やらないといけないことにフォーカスしているとか、そういうのを自然に習慣になっていて、その力を強くしていく。すると、ね、僕にもあったのが、やっぱり10代の時の ADHD の表情と比べると、今すごく良くなってるんですよね。ちょっと偶然な。 偶然な話があって、これもしかしてスキャンしてみんなに見せたらいいかもしれないんだけど、これがリアルに本当に今僕、えっ、ー、と、新しい ADHC のお医者さんと相談していて、ADHC、あなた本当に ADHC あるのっていうテストなんですよ。ね。で、結構ここの前は苦戦してたんだけど、今結構良くなってたっていうのがあるんですよね。そ、so、う だからちょっとえっ、ー、と一つの質問が、How h often w o do you feel overreactive and compelled to do things like you were driven by a motor? ねどのぐらいなんかいつもなんか気が向いたらすぐそれプランを考えなくて動いちゃうねなんか気分によって動く。その瞬間にこれいいなと思ったらすぐ動くって。 で僕は朝は結構やばいんだけど、やっぱこういうプラニングを通して自分の脳をトレーニングさせているから、仕事の時間だったら僕は結構それがないんですよね。これやりたいって言ってすぐ動くっていうのはもうほぼないんですよ。ほぼないんです。もちろん睡眠取ってないとか、二日酔いの日はあるんだけど、ほぼもうそれはマネージできてるから、これは もし、もう普通の人のレベルぐらいになってるかもしれない。でも週末とかね、午後の時間とか、なんかそういう自由の、午後の時間,時間そ、うん、午後の時間もそうなんだけど、やっぱ週末の時間とか、ね、自由な時、プランがない時は結構なんか僕はいつもなんか手を出しちゃって、で、ね、奥さんが来てあんたね、庭の掃除もやって、これもやって、なんかこのもの作りも始めて、で、このなんか洗濯物始めてるんだけど、まだね、干してないし、もう全部なんか、 爆発してるみたいな状態じゃなたちゃんとやってっていう注意は、あのー、ね、1ヶ月には2、3回は受けているっていう状態かもしれないっていうことなんですよね。r i g h t じゃあね、ちょっと最後にものすごい重要になっていく、このね、やっぱりそのやりたくないことに対しての抵抗感を下げるっていうことが、ものすごい鍵っていうか、大切なことだと思うんですよね。ね、さっきもこの、あのー、説明したんだけど、 ねあのね、あちょっとね、今、やりたくないことの抵抗感を下げるというセクションで、これはそのなんかこ,のこのビデオのなんかチャプター3っていうのかなもっともっと、もっとチャプターあると思うんだけど、その最後のセクションなんですよね。だから ADHD って何なんなの、ね、その表情と原因っていうセクションがあって、ね、自然の力でドー,バあのドーパミンの力を高めるっていうセクションがあって、お薬と自然の力、そして行動管理、プラニングを通して頭、マインドを使って、 あの、ADN、HD の表現を下げるっていうセクションがあって、この最後のセクションが、やりたくないことをどうやってもっと楽にできるようになるかっていうことなんですよ。ね。 ADHD の方は、興味があることは楽に今すぐできるんだけど、興味がないことはできない。ね、例えば、ビデオゲームは楽にできるんだけど、夏の宿題っていうのは、やらないといけないっていうのは知ってるんだけど、やりたくない。で、実際に座ってやろうってなると、やりたくないって感じるわけなんですよね。OK。で、ここで、成長型マインドのトレーニングっていう、 生き方だよね、正直言って。それを取り組み始めると、やりたくないことがもっと楽にできるようになって、さらに毎月やりたくないことをやる力、そのスキルが毎月徐々に育っていくっていうメソッドがリアルにあるんですよね。あの、ちょっとこれについて説明していきます。Alright。なので、ちょっとこのやりたくないことに対しての抵抗感を下げるっていうことについて、この大切さについて説明していきましょう。 ね、で、一つ ADHD の方には、この、避け続けることがあるんだよね。その方向性があるんでね。だから、これやりたくないなっていうのを避け続けるんですよ。だから、まさにその夏休みの宿題だよね。Like, you know you have to do your homework.、ね、宿題やった方がいいっていうのを知ってるんだけど、やだ、やだ、やだって言ってずっと避け続けているわけなんですよね。OK。で、これが、 で夏休みで、ね、もう終わりになってやらないといけないって言ったらそれで終わるんだけど、これが借金の問題だったらどう大人になったらね、夏休み終わりってないわけなんですよ。ね、ずっと続くんだよね。で、これはね、借金が続くとか、ね、またはタバコまあタバコっていうか、そのなんかあのコレステロールとか、ね、その体がもっと悪化されていく。 ね、体が不健康の状態がずっと続いていくっていうことにつながったりするわけなんですね。運動した方がいいんだけど、ジムに行けないとか、ね、借金について向き合った方がいいんだけど、もう口座を開くのが怖くて、ね、銀行を通るだけでビビっちゃうって。ね、それ、どうやったら、ね、その人がもっと借金についての恐怖を減らしていくことができるのかっていうことなんですよ。 ね、で、あと、もちろん、その、いやのあの、家の片付け、めんどくせえ、でもやらないといけないっていう、そこにもつながります。Okay? で、その鍵がですね、このルバツ成長型マインドに鍵があるんですよね。で、成長型マインドっていうのは、この、あのね、キャロル・ドロベックっていう博士がですね、スタンフード大学の博士が、あの、1997年ぐらいかな、のレポートであの発見したんですよね。成長型マインドっていうのは本当にある。 でどういう感じのレポートだったのかっていうと子どもの知識を増えると褒めるとその子どもがダメになってしまう可能性があるっていうレポートを出したんですよ、まあ、ちょっと簡単にパラフレーズであのえ英語を日本語にしたんですけれども、ねうん、子どもをあ「あなた数学得意だね」ね「なんか静香ちゃん頭いいね」みたいな感じで「頭いいね」とか勉強 できるよねとか、数学得意、ここ作り、できるねって褒めちゃうと、 何が起こるのかっていうと、その人が成長しなくなって、ダメになってしまうっていうのが、事実だったっていうのを明らかにしたんですよね。それが成長型マインドで、その褒め方については、あの、YouTube ライブで前やったビデオのリンク、もしかしたらこのね、リンクもね、5個までしかつけられないっていうルールがあってね、YouTube。もしかしたらその、マックス言ってるかもしれないんだけど、聞れば、あの、見ていただければと思うんですけれども、ね、子供を褒めるときは、ね、よく勉強できたねって。 ね、よく遊びたかったんだけど、勉強を選んだよねって。よくハードワーク選んだねって。ね、で、数学の点数が悪かったか。ね、悪かったらお前バカって言うんじゃなくて、ね、でも点数が悪くても、でもよく、ね、点数が悪くても、なぜ悪かったのかっていうのを自分で探して、とも自分の友達に聞いてみたりとか、ね、プラス30分の勉強時間を用意したりとか、ね、先生に質問をしたりとか、それは素晴らしいよって そういう形で子供を褒めた場合は、なんとダメじゃなくて、すごい右肩で伸びてきたんですよ。すごい成長したんですよ。で、例えば数学でそういうふうにあんたよく勉強できたねとか、時間を作って勉強できたねって褒めたら、この数学だけじゃなくて、国語社会とか、運動とか、別のこと、片付けとか、そ、同じコンセプトなんですよね。そこはアプライできるようになってきたんですよ。でも、 あんた数学できるねってしずかちゃんを褒めちゃってしずかちゃんが、ね、95点じゃなくて92点を取ってしまうと彼女がの点数が低くなったって脳は感じるわけなんですよね。で ERP って言ってこのちょっと脳にねあのいろんなボタンみたいなのをつけて脳のレベルを測るっていうテストも行ってですね本当にこのしずかちゃんスタイルで褒められている子ども丸抜感覚ね。ね の人たちの脳をスキャンしたら、例えばその質問を間違えた時とか、ね、例えば95点を狙ってたのに92点になってしまったっていう、ね、そういう人たちの脳を見ていたら、この横の部分の感情的に感じている部分、脳が、のシグナルが光ってるっていうのが分かったんですよね。この横の部分、あの、その感情的になっている。だから静かちゃん、感情を感じていたわけなんですよ。でも逆に、 この成長型マインド的な褒め方をしていた子どもたちが大人ですよね。うん、ねあのよくその、ね、点数が悪かったけどよく再チャレンジしたよねって、バスケで、ね、シュートしてボールミスったんだけどよくそのリバウンド、そのダッシュ、力入れたよねってね。そういう感じで努力を褒めるっていうのかな。ね、そういう人たちの場合で、ね、点数が95点になるんだけど92点になったっていう時は、 ね、なんかミスをしたっていう時の脳のスキャンを出る見るとなんと感情的な部分じゃなくて論理的な部分がアクティベートされたっていうのが分かったんですよねだからそういう人たちは、うん、なんで95点じゃなくて92点になった何を変えたら95点にできたんだ勉強のやり方が間違ってたのかななんか基本的なコンセプトが間違ってたのかなこれを乗り越えた人はどうやって乗り越えるんだと思った みたいな感じで、俺がダメなんだ、うわ、私ダメっていう、そういうストレス、そういう恐怖を感じずに、論理的に問題と向き合うことができて、再チャレンジを続けることができたんですよ。で、この生き方を持っている、ね、この成長型マインドって言われている人たちは、すごい、その、大学が終わっても、キャリアとかでも挑戦続けることができるわけなんですよね。 その成功につながるためにリスクを取らないといけないですよね。成功したいんだったらリスク取らないといけないわけなんですよ。だから収入を高めたいんだったら、ね、仕事を変えないといけない。仕事を変えるためにはスキルを学ばないといけない。 新しいことにチャレンジしないといけない。人間はチャレンジを嫌がるんですよね。今の安定したゾーンが好きっていう、そういうなんか、かサバイバルメソッドみたいなのも一つあると思うんですよね。そのメンベックシステムとして、今の状態をキープする。だからそのチャレンジするのが嫌だとか、ねで、特にビジネスの場合だったら、起業者の場合だったら、ね、起業するっていうのはすごいリスクですよね。 下手したらもう銀行、ね、永遠にアウトですからね、銀行も使えなくなって、クレジットカードもダメになって、ね、ベッドル貼られて、あの人、失敗したんだよ、失敗もんだよって、そんなリスク、嫌だよね、でもそういうリスクを取っているような人が、やっぱりその億万長者になったりとか、ね、IPO する会社を作ったりとか、そういうことですよね、だからリスクを取っている人、リスクを取り続けるっていうのが、ね、価値があるリスクですよね。 ね、それが成長型マインドにつ繋がっているわけなんですよね。でも逆に、この丸抜感覚で育った子供の時にお前できねえなとか、お前はこれはできる、頭いい子みたいな、そういう感じで育った、そういう環境で育っちゃった方たちは、やっぱりその成長が止まるっていうか、でこのリスクが取りたくない、ね。私、前静香ちゃんが95点を狙っていて92点狙ってすごい感情的に嫌だったから、もう数学自体やりたくない。避けたい。 挑戦が嫌い自分に対しての攻撃につながれって思ってすごいポジティブなことなんだけど自分はネガティブだって感じるようになるわけなんですよね。これがこの簡単な成長型マインドの、あのー、説明なんですよで。本当にこれ面白いことであの本から彼女の本を読んでいただくと分かるんですけど全部読まなくていいと思うんだよで、ね、部分的に読むだけでもすごいあのメリットがある本で。あの一つはその なんか、幼稚園の子どもたちに、ね、パズルをやらせたんだって、子供、ちっちゃい子どもがやるパズルみたいな。で、成長型マインドの子どもたちと、ね、その、あの、丸抜感覚の子どもたち、分かったわけなんですよ。で、その、最初は簡単なパズルをあげて、それができたら難しいパズルを子どもたちにあげたの、ね。2回目のパズル。もっと挑戦、難しいやつで、この成長型マインド、あの、違う、丸抜感覚。 丸ツ感覚の子供たちは、2回目のパズル、難しいパズルが来ると嫌だって言ってやりたくないって言って、もうすぐやめたんですって。でも、成長型マインドを持っている子供たち、幼稚園の子供たちは、ね、パズルを続けるわけよ。できねえなー、できねえなー、ちくしょう外れちゃった、また罰だった、みたいな感じで続けてるわけよ、ね。で、ね、科学者たちが、ほう、みたいな感じで子供にインタビューするわけよ。で、なんで罰になってるのに続けるのって。 いやだってその方が楽しいじゃんとか言って、なんかすごいピュアな子供たちがね、<laughs> いるわけなんだよね。でも一方、〇×感覚の子供たちはなんでやらないのって言ったら、だって罰だったらダメじゃん。罰がダメ。結果が罰だったら悪いことなっだ私が罰になってしまうっていう、その脳の端がもうあった。s e e <laughs> チ i ン g c h だ。この成長が高いのが鍵になってくるわけなんですよ。で、もう一つ、 鍵になるのがこの情報なんですよねそれはどうやって ストレスと向き合うのかっていうことなんですよ。で、これがなんか、あの、すごい面白いで、すごい革命的なあのデータで、ぜひね、彼とインタビュー、この番組でしたいなと思っているんですけれども、もしなんかこの番組を、この動画を見ている方って、彼を知っている方がいたら、ぜひ、あの、クリスっていう人が超インタビューしたいよってお伝えしていただければと思います。テキサス大学アーステン校のデイビッド・イエガー博士が、実は彼は、えっ、ー、と、大学院の時に、キャロル・ドウェック博士と、 ラ,ラボでで入りしていいたたみなたな感じなんですよねで彼も成長型マインドについていっぱい勉強していて、このストレスがポジティブなんだ、いいことなんだっていうのを理解できると、ストレスを感じているとき、またはストレスを感じる作業が目の前にあるときに、もっと楽にその作業ができるようになる。 でストレスを感じているときのパフォーマンスが高まるっていうデータをがーデータを取ることができたんですよね。で、これについてちょっと説明していくと、どういうことなのかっていうと、yep. あのー、そのこれもまたグループに分けたんですけれども、1つはなんか何も説明しないグループ、でもう1つはストレスは体に悪いよっていうグループ、でそしてもう1つは、ストレスっていうのは実はすごい体にいいんだよ。 ねね、脳科学に説明ね、証拠があって、実はストレスっていうのにポジティブに向き合えるようになると、脳の進化とかもあって、ね、何が起こるのかっていうと、ストレスを感じるときのそのレベルが低くなって、ストレスを感じている状態の長さっていうのが減るんですよ。そして、ドーパミンとアドレナスのリリースが変わってきて、で、実際にそのやりたくないこととか、ストレスを感じることをやっているときのパフォーマンスが高まるっていうのが、 これは証拠があって、でこれにアクセスするときは、やりたくないこと、または怖いことをやってやりたくないなっていうときに感じているのは、実はその感情が脳の新しい橋を作っているっていう感情なんですよ。だからもしこれやりたくないなっていうのを感じていたら、今脳に変化が起きているっていうことなんですよ。でこれを気づけるだけに、気づけるようになるだけで、なんと、 パフォーマンスが本当に高まった。で、実験中じゃだけじゃなくて、実験の後にもストレスを感じる、感じるレベル、ストレスの波が低くなるように感じて、長さも低くなって、で、さらに自分でもっとストレス、もっとやりたくないことをや,れやるように人が変わってきたっていうデータがあるんですよね。やりたくないなとか、これやらないといけないんだって。 ね、ああ、これ今ゲームやってて、夏休みの宿題もあるんだって。その時脳に、脳に変化が起きてるわけよ。で、これを、静香ちゃん中学得意じゃねえじゃなく、だけじゃなくて、よくチャレンジしてるねって、やりたくないことなのに、よくそこに2分だけでもフォーカスできたねって、よく今日デイリープランできたねって、よく頑張ってるよねって。ね。 結果は丸じゃなかったかもしれないけど、ね、よく挑戦したよね。素晴らしいよねって。このセルフタークを、ストレスを感じているとき、やりたくないな、夏休みの宿題やりたくないなーっていう、それを感じているときに、そのセルフタークをやるんですよ。ああ、今ゲームやってるんだけど、夏休みの宿題やるな。よく気づいたねって。ね。で、うん、やった方がいいよねって。いや、よくそれ、1分でも、ね。 学校の宿題の本だけを机に動かすでも、それだけでもできたよね、みたいな。その、その瞬間が脳に、それが自分のリミットが大きくなって自分が変化しているっていう、その印なんですよ。本当は。<え>で、このような成長型マインドの生き方、考え方、 一ミリでもいいよね。さっきのデイリープランも成長型、マインド的なデイリープランですよね。でトップ3、トップ1だけでもいいから、進めたら OK。ね。で、午後とか夜に自分を責めて、俺できないできないんじゃなくて、明日挑戦しよう。明日頑張ろうって言って、自分を責めるっていうエネルギーを、明日のための準備のよいしょって飛ぶような、ちょっと引いてバネを引くような、そっちにつなげる。ね。挑戦した行動を取った、挑戦してみたよね。自分に優しくいる。 自分を応援してあげる。で、やりたくないなとか、これもやった方がいいよねってやってる時によくやってるよね。よくフォーカスしてるよね。あ、今、自分が変わってるんだって。これを実際に人生で取り組み始めていただけると、あの、ものすっごいスピードで、 そのやりたくなかった、ね、もちろんその超怖い場合だったらもうちょっと時間がかかるかもしれないんだけど、徐々に徐々恐怖の波の高さが減ってきて、で今度、その恐怖の波の時間の長さが減ってくるんですよね。そういうところにアクセスできるようになる。なので、本当に ADHD でお薬と、ね、ドーパミンを高めるためにお薬のアプローチ、さらに自然のドーパミンを高めるやり方。 ね、運動とか、ね、特にコールドシャワーとか、冷水トレーニングをやって、で、このような科学的にベネフェットが証明されているような行動のアクションプランですよね。ゴール設定からね、ね、目的を明確にして、自分の行動を図って、締め切りをつけて、他者に説明を取ってもらって。で、最後にこの成長型マインド。 不安を感じているときに今僕育ってるんだって。リアルに今脳に変化が起きてる。<laughs> えらい。ね。よく僕は怖いんだけどここに入れるよねって。よくこれ調整したよねって。このツールを通して、実際にこれをね、あの、取り、人生で取り組んでいただけると、本当に ADHC の、あの、現象が、もう本当に科学的にめね、明確になっている。科学的なアプローチで、あの、下げる。ADHC の表情を、 レベルを下げる。で、さらに新しい脳の端を作って、そのなんか成功型マインド、成長型マインドを続けるような ADHD、他のやりたくないことがもっと楽になるような脳を作ることがリアルにできる。なので、これがちょっと長かったんだけど、やっぱりこれは本当に大切なトピックだと思うので、このビデオを作りさせていただきました。僕もちょっと ADHD を、あのー、 あの日本語で検索したんだけど、ちょっとその,あの、お医者さんが難しい説明をしているビデオとかもね、あの少しはあっていいなと思って、でもやっぱりその ADHD っていうのは、その、あの旦那が ADHD とか、ADHD、これ7つの印みたいな、そういうなんか、その、なんか長期的な、全体的な、あの、ことをカバーしているビデオが非常に少ないなって感じたので、このビデオを作りさせていただきました。 であの最後にね、一つあの言いたいことなんですけれども、それは、このやっぱり ADHD の研究っていうのが、まだまだ新しい情報が入ってくるわけなんですよね。だから今は2023年の夏なんですけれども、もしかしたら2年後にまた新しいデータとかが入ってきて、もっといい改善法が入ってくるかもしれないっていうのもあるんですよね。But, you know,ADHD、やっぱつ、思い通りに人生が進まないっていう。 努力して頑張ってるんだけど、進むことができない。ね、すごい苦しみにつながることがあって、で本当に場合によっては、今僕が、ね、説明させていただいた自然のドーパミンのアプローチとか、プランとか、ね、成長型マインドとか、 ね、ADHD の症状が高いから、それもスタートすることができないっていう方もいらっしゃると思いますので、本当にこのお薬を通してのアプローチ、別に短期的にお薬を使うとか、中期的と長期的に使うとか、ね、そういうのは自由に選んでいただければいいと思うんですけど、自分とマッチする方法でやればいいと思うんだけど、そのお薬の力を一時的に使うっていうのも、もしかしたら一つのなんかレバレッジかもしれないんですよね。All right. So, thank you so much for checking out this video. で、このようなトピックに興味があったらね、あの、僕、あの、この2、3年、2年ぐらいは、毎月このようなトピックを、あの、僕の、あの、プライベートの,あのウェブサイトの中でこういうのをやっていたんですよね。で、フライトプログラムっていうコースがありますので、こういうのに興味がありましたら、ぜひフライトプログラムを一度検討していただければと思います。こういう情報面白いなっていう方には、すごいいいと思います。 ね、あとねあの、自分のビジョンを見つける、僕は個人的に、まあ、ADHD と、やりたいことを仕事にしたかったんですよね、で本当になんかあのグレーグレーみたいな環境でサラリーマンをやっていて、本当に人生がつらかった時期があってで、本当に僕が夢のようなことを仕事にできるんだったら、そのぜ仲間を絶対救うって、ね他のなんかブラック企業とかグレー企業にいて、人生が辛いっていう仲間。 絶対救うぞっていうのをちょっと心の誓いっていうのがあって、で、その自分の本当にやっぱキャリアを本当にやりたいこと、心が求めることを明確にしていくっていうプロセスをですね、だいたい6週間でやるコースなんですけれども、ビジョンプログラムっていうコースを、あの、 10年前ぐらいにね、作りました。で、本当に5000人以上の方からね、あの、以上のコースを受けてもらって、本当にそのビジョンが明確になって、今、やりたいことで生きているっていう方が、あの、かなりの方が、本当に毎週のようにレターが届いたり、手紙が届いたりね、そういう、まって、結構あの、すごい、あの、ベネフェットにつながるようなコースがあるので、もし自分の仕事で、なんか本当にやりたいことを明確にしたい。やりたいことが分からない。でも、これじゃないよね。この生き方じゃないよね。もっと誰かのためになりたい。もっと好きで。 ワクワクして、本当に何にもしないで集中できるみたいなことを仕事にしたい、ねね。そういうのを探していくとは、ビジョン、自分のビジョンを見つけるっていうコンセプト、ね、ビジョンクエスト、ビジョンプログラムっていうのを用意されしていますので、あの興味がある方は、どっかあの説明欄かこちらへにリンクをつけておきますので、ぜひあの本当にそれもあのお役に立てるんじゃないかなって思っております。All <right> ぜひですね、この長い ビデオフォーム、ちょっとあの、もちろん長すぎたっていう方は全然コメントしなくて結構なんですけれども、こういう長いフォームが良かったっていう方が、あの、いたら、ぜひコメントで教えていただければ、僕もこのような長いビデオを作るのが、あの、もしかしたら好きかもしれないので、短いビデオもいいんだけどね、あの、でも短いビデオ全部カバーできないと思うので、もしね、こういう長いビデオをもっと見たいなっていう方がいたら、ぜひ教えていただければなって思っております、コメントで。All right.Thank you so much for checking out this video. 本当にこのビデオを見ていただいてありがとうございました。I、wish you well. 本当にこのね、あなたが ADHD なのか、あの家族のメンバーが子供とかが ADHD なのかもしれないんですけども、本当にこのビデオが少しでもお役に立てたことができたら嬉しいなって心から願っております。Thank you so much. And I'll see you next time in Chris's room. ありがとうございました。 ローカットにできたね <laughs>